こんにちは、モーゴーと申します。今回ですね、ポケットモンスタープラチナやっていこうかなと。なんか俺が中古で買ったデータがバグだらけだったみたいな動画上げたと思うんですけど、まあそれでちょっとやるとか言っといて1ヶ月ぐらい 遅れちゃった。すいません。で、ちょっとこのデータをね、まず見ていただきたい。この改造だらけのデータ、これ今から俺がしっかりとデータを消して1から始めるっていうところからね、皆さんにちょっとお見せしていこうかなと、思っておりますんで、よろしくお願いします。ちなみにもう縛りとか一切なしでも普通にやる、昔を懐かしむだけの、そんな、ゲーム実況なんで、こういうね、バグポケモンが、うようよと、入ってるわけですよ、このデータ。これ。うようよとね。これを今からしっかりと削除して、やっていきます。はい。プラチナで、俺はこのプラチナクリアした後の金ねじきをね、まだそこまでちょっとやるんで、よろしくお願いします。ちょっと一回リセットしますか。はい。音量バランスどう、これ。ちなみに捕まるポケモン何も決まってない。もうただもう道なりにやっていく、道なりにやっていく。上ボタンセレクト B を同時押しするのね、これ。これ、しかもよく考えられてんのがさ、セレクトボタンと B ボタンって同時押しすごいしにくいんですよ。だから普通にプッシュしたらまず同時押しされることがないっていうコマンド。これ、はい。あれ？上ボタン、セレクト B。あれ？違う？タイトル画面か。タイトル画面だ。こうだ。できた。すべてのセーブデータエリアを消去しますか。これ、はい。いきます。あ、音小さい。ごめんごめんごめん。ちょっとだけ上げるわ、じゃあ。消去したデータは元に戻せませんが、それでもよろしいですか。はい。あ、いいえとおっしゃった。いいえってやっちゃったよ。慎重に行こう、慎重に。音が小さい。じゃあちょっと音上げるね。こんぐらい？いつもこんがいでやってんだけど、このでもブルースクリーンちょっと不気味だよな。このなんか文字のさ、なんかなんだろう、このテキスト速度というか、このテキスト速度とこの無機質な感じ、これ結構不気味なんだよね。これがまた不気味なんだよ。はい。消去長えな。ちなみにプラチナのデータ処理するの初めてだから。昔バトルボ時代にやり込んだデータはもう999時間59分カンスト状態で止まってますんでね。え、こんな長いの？データ消去ってこんな長いの？この時代まで確か漢字って使えてなかったよね。ポケモンショップのさ、円ぐらいだったよね、漢字って。え、こんなに長い？データ消すの。消えた。さあ、そしてオープニングちょっと見ていきますか、皆さんで。しっかりと消えてるかどうか。この時代のセーブで、データ消去だったりセーブだったりって妙に謎になかった。なかったよな。プラチナまでは長いのか、セーブが。 3DS にあったから急に短くなったんだよね。しっかり消えてるのかどうか、ちょっと皆さんの目でお確かめください。ポケットモンスタープラチナ実況プレイ、これから始まる旅は奇跡の物語だ。ちょっとツイッターに書いとこう。生配信開始しましたっつって。超過激の裏番組っつって。2008年ですね、プラチナ。
当時まだ僕受験生だったんですけど、受験とかもう あ、俺受験だっけ、あ、受験生だ、うん、俺マジでね、ポケモンに人生破壊されてるから。俺受験生の頃ポケモンプラチナが発売して、就活生の頃に BW 発売したから、マジポケモンに人生破壊されたんだよな俺。人生で頑張るべき頑張る一番重要な2年を全部ポケモンに費やしてるから俺。ここだけは頑張れっていう2年間俺全部ポケモンに潰されたんだよね。お、え、うむ、よく来た、うわ来た、ポケモンセンターの世界ようこそ。うわ、こいつ何だ、七かまど博士だっけ、七かまど博士、みんなからポケモン博士と呼ばれている。ところで君は冒険始めてから、いやもう普通ここはね俺決まってるから、うん大丈夫。主人公の名前モコにして、あの主人公は女の子にするから、うん、はい。うっ来た、うっミミロリング来た、先日までポケモン GO でなんかいっぱい出てたやつ、ミミロリング来た、ミミロリング研究してたいるのだ。漢字がないとなんか見にくいなさて、そろそろ君のことを教えてもらおう。おっいいね、やっぱ女の子なんだよな、女以外でやる気なんないポケモンは。やっぱなんだ、ここまでちょっともう全部自分で決めるね、もうこう。ちなみに俺ほんとバトルボー時代のあのプラチナの主人公も確かリストだったから、リストって名前だったんだよ俺。モコとして始めるのはこれが実は初めてだったりします。やべえわ、めちゃめちゃワクワクするんだけど。ふむ、モコというのがいい名前だ、こっちの少年は君の友達だったな。うわ、こんな、これなんて名前しよう、もう全部自分で決めるか。あ、順でいい、順で順でいいでしょ、順。はい、もうこれから君だけの物語が始まる。そこで君は様々なポケモンや多くの人に出会い、何かを見つけるだろう。さあ、ポケットモンスターの世界へ。なんかもうそういうポケモンのニックネームとかも、もうなるべくなんかその自分のその感性で決めていきたいんだよな。これはもちろんコメントとかね、しっかり読んでみんなとのねコミュニケーションも図りながらやっていきたいけど、私たちの隣にはいつだってポケモンがいる、その意味を考えていきましょう。以上、関東地方から信用に戻ってこられた、七かまど博士の、お話でした。とというわけで、特別番組七かまど博士に聞く、全国ネットでテレビことぶきがお送りしました。あったな、こういうテレビとかいう概念。うわー来たー、勝手にお前乙女の部屋に入ってくんなよ。おい、僕今のテレビ見たから見たよな。七日間の博士ってポケモンの研究しているとっても気づくよ。いや、クリアするまでっていうか、ゴールデンウィーク中にまあやろうかなと思ってる、プラチナはクリアまで。罰金100万円とかってよく言ってたね、こいつね。懐かしい。俺、本当もう最初のジムリーダーが誰かすら覚えてないから。BGM がほんといいんだよな。初の DS 作品ですからね、プラチナ。ほんと気合入ってたと思うよ、今頃のポケモン。初の DS の作品ね。うん。草むら入っちゃダメよ。野生のポケモンが飛び出すからね。いや、もう、そんな無視していくよ、俺。でもやっぱなんかマサラタウンにちょっと似てるんだよな。この雰囲気が。マサラタウンにやっぱ雰囲気似てるんだよね。これ実機ですよ、実機。はい。ん？あ、そうか、ダイパか。ごめん、ダイパだった。プラチナじゃなくて。すいません、ダイパでした。ジュンの家ってどこだ？ジュンの家。ここか？うん、びっくりした。ドン！人生縛り、いや、ほんとだから、マジ、一切縛りも何も、マジでやんない。普通にクリアする。普通にやりたいんですよ。久々にこのポケモンっていう作品を。こいつがあれか、ジュンの、ジュンママ。あ、モコちゃん、ジュン読みに来たの。あの子ったいつ、今出てったのに、すぐ戻ってったとは。ほんとじっとしてないのに誰にしてました。多動症なんだろうな、多分俺と同じで。止まると死ぬ男。バックと冒険ノート持っていくか。お、モコ、道路で待ってるから、溺れたら罰金1000万円な。やばいな、この数秒で。
罰金額が10倍になっちゃった。1000万罰金食らうぐらいだったら懲役食らった方がマシだわ。さあ草むらに出るなと言われてはいたが、ここはしっかりと掟を破っていく。曲とかも俺全然覚えてないんですよね。野生の戦闘 BGM ぐらいしか覚えてないわ。あと知らない曲とか、ジムリーダー戦闘どの曲やったっけ。プラチナ、うん、せーの、待てい待てい。あ、ジグザグマってルビサーじゃなかった。いや第4世代本当にもう頭からスコーンって抜けてるから、情報が。博士、彼らはポケモンが欲しくて草むらに入ろうとしたのか。うむ、どうしたものか。ポケモンで出会うことで彼らの世界を変わるだろう。私がそのきっかけを与えてもいいのか。君たち本当にポケモンが好きなんだな。いや嫌いです。おいおいお前、わけわかんないって突っ込まれた。よく聞こえなかったのでな、もうちょっと尋ねるぞ、君たち本当にポケモンが好きなんだな。はい、それはもう俺はポケモンと共に生きてきましたから。もう小学校1年の頃にね、友達の家でポケモンが、あれ懐かしいな、緑かな、レッドか緑やってんの見てたんだよ、後ろで。たけし戦やってた。あの宿れ木の種があの攻撃されてるように見えてた俺。宿れ木の種で吸い取るあのエフェクトが向こうからの攻撃だと思ってた俺。懐かしい。いや俺だから第4世代のストーリーはマジで、だからデータを消したりしてなかったから、対戦ばっかやってたから逆にストーリーを全然覚えてないんですよね。こちらこそ君たちを試すような真似をして悪かった。ただしもう二度と無茶をしないと約束してもらうぞ。では有無をどうしたことだ。何これ、え、誰こいつ。あ、もう一人の主人公で出てくるんだ。あ、違うわ、助手として出てくるのか。何かあったんですか。七かまど、おお、後期助かったぞ。いや、何、彼らへポケモンを託そうと思ったよ。うん、だから殿堂入りも本当に1回しかしたことないんですよね。プラチナ全然覚えてない。俺もこう先に選んでいいぜ。なんだって俺は大人だからな、こんな時に余裕を見せるのさ。何これ、何だってんだよ。ああ、そうそう、何にしよう。なんだっけ、ヒコザル、ヒコザルポッチャマナエトルだっけ。やっぱヒコザルだな。この時代のもう豪華ザル一番好き。ここはさすがにヒコザル取る俺。じゃあ俺はこいつポッチャマにするぜ。なるほど、二人ともいいポケモンを選んだようだな。いいか、君たちに託したポケモンまだその外の世界を知らない。そういう意味では君たちと似ているのかもな。なるほど、じゃあちょっと戦わせようか。では失礼するぞ。いや強いからとかして、強いからじゃ違う。第4世代の炎タイプってあの2匹しかいないの。第1波ひどかったよな。プラチナになってちょっと改善されたけど、第1波はマジで始まってから殿堂入りまでポニータとヒコザルしかいないんだよ、炎ポケモンが。珍しいんですよ炎ポケモン。だからってわけじゃないけど、ちょっとねやっぱ豪華ザルが好きなんで撮りました僕。はい、うわ、純、うわ、夏、え、今なんかポッチャマの鳴き声聞こえなかったけど、あれ俺のあれがイヤホンがバグってる。プラチナデルビル出る、あ、そうなの。あ、じゃあヒコザルあれだな。この頃まだその秘伝要因とかが必要な時代だから、特に序盤とかはやっぱ嫌でも鳥ポケモン取んなきゃいけないからね。そこしっかりやっていきたい。てかなんで向こうの方が早いんだ。え、ちょっとヒコザル、これもしかしてお前性格のんきとかじゃねえだろうな。だったらリセットするぞお前。
行されのんきだったらリセットするけど大丈夫俺。生意気とかだったらマジで消すけど普通にダメージレースで負け、あ、同速か、同速ってことかこれ。ポッチャマと同速ってちょっと怪しいな。ちなみにこの技の戦闘のてか鳴き声暗いすぎて引っかくの火力がもうゴミみたいに下がっちゃってる。いや純粋に楽しむ、純粋に楽しむ上でやっぱ性格とかは厳選ね、ある程度したい。救助来い。うわやべえ、これ普通に負けるかもしれない。やべえ普通に負け、ちょっと待ってちょっと待って待って待って、道具とかないの俺、道具。救助救助頼む。え、嘘、え、俺、ま、負ける負ける負ける。え？ふざけんなよマジでクソだろ。うわ40円消えた、え、嘘、ちょっと、え、マジか。え、経験値もったいね。なんで負けたの俺あれに。睨みつける打てばよかったのかな。で、なに、そんなことがあったんだ。あなたもジュン君も七日本博士に会えてよかったね。そうでなかった二人とも草むらでポケモンに、僕をポケモンもらったのならきちんとお礼をしておきなさい。ちょっといやそんなんどうでもいい、真っ先に。いや俺、あ、ランニングシューズ序盤からもらえるのいいね。ランニングシューズでやっぱしっかり加速していきたいからな。分かった分かった分かった。ちょっと待ってちょっと待って、俺マジでちょっと彦猿の性格を見たい早く。まあ、オスなのは仕方ないとして、うわのんきだった。お前ストーリーで一番最低な性格だよそれ。せめて勇敢冷静ならさ許したかもしれない。うわ、のんきな彦猿とか、まあ、ゴミやん。まあ、ワンチャン御三家をパーティーから抜くまであるからね、俺。うん。俺、御三家多分パーティーから抜くから。まあ、いいや。お前と俺がいれば怖いものなし。なんだ、ついてくんの？俺どこに行けばいいの俺。うるせえお前、自分が勝ったからって余韻に浸んな。あれ新宿のほとりだっけ。ごめん何の話も聞いてなかった。あ、こっか、貼ってんだよ。いやリセットしてーけど、まあでもいやいいや、これ俺はまあこれは自分が選んだポケモンだから。ここ確かアグノム、あ、え、なに、赤木ってこんな序盤にいたっけ。流れる時間、広がる空間、いずれこの私、赤木のものにしてやる。いや、リセットして次またなんか、生意気とか出たらちょっと最悪じゃん。あ、テキストちょっと送るの早くしようか。今の鳴き声はエムリットだな。何？今の聞こえたかも。こう絶対伝説のポケモン鳴き声で、よし捕まえようぜ。なんかもう壁抜けのさコード使っていきなり あの取りに行くか。エムリット見逃したからリセット。いやリセットやばくない。いやリセットありだな。リセットありだな。リセットありな気がしてきた。リセットありなんじゃないかこれ。そう思いついた頃にはもう手が出てた。リセットありでしょう。これがね本当にもうバッチ 2,3 個取った後とかに、いややっぱそこで厳選しときゃよかったなってなるよりかはね全然マシよ。
いや俺が普通にこれ配信とか関係なしに裏でやってたら多分リセットしてるから、なんか今回の実況本当そういうなんか自分の気持ちになんかね正直で言いたいんですよね。やりたいことを全部やっていく、うん、本当になんか正直に全部正直にやっていきたいこの配信は。で女にして、はい、いやワンチャンなんか色違いとか出ないかな。この時代のポケモンってさ、もうあの現世に送り込めるからね。はい、こことかまではちょっともう全部統一してやろうか。これだってデフォルトネームね。うん、名前もだから正直に猛攻でしょ。まあここまでの流れ全部俺覚えてるから。いや色違い厳選はやばい。この時代はだってまだ8192分の1でしょ。この時代の色違い厳選、特に御三家とか固定シンボルの厳選は地獄。地獄なんだよな。ちょっと待ってね。でここで、あーうざい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 。アーカイブ残しますよ。はい、全部残す。さあ、お、これって新しいパソコン？なんだっけ、 Windows 10 Core i7。 設定ってもうこの段階で変えれるのか。あ、変えれるわ。ウィンドウタイプも変えよっか。あ、これとかいいじゃん。ポケモンっぽいのがいいな。ポケモンっぽいのがいい。これがいい。これがいい。はい。なんか縛って、いや、縛りとか一切ないです。普通に。普通にやる、ほんとに。ガチで普通にやるよ、俺。陽気配りセット、いやそこまでガチガチ、いやもう普通に頑張り屋とかだったら何でもいい。のんきと生意気は本当にありえないから、おとなしいとかでも全然許せるんだけど、素早さ下げられちゃうとちょっと本当泣いちゃったから、そこはちょっとしっかりリセットしてたわ。まあだって性格がだって全部何個、24個か20何分の2とかだから、それはさすがに2連中に引くことないから。うん、てかここでセーブすりゃいいんじゃん、よく考えりゃ。しまった。いや使うポケモンもう出てきたの、とりあえず全部ゲットして、まあ、ボックスを吟味して、いやもうほんともう好きなように進めていく。ここでセーブすればいいんだよな、つまりここでセーブじゃない。これレポートクソ長いから、なるべくレポートしたくない。なるべく一気に進めてレポート、長っウルトラサンムーンの20倍ぐらいじゃないうわ20倍かかってる、これレポート書くのに。うわやばい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 、長い今の子耐えきれないんじゃないかな、このレポートの長さ。まあでもね、この時代ほんと DS のやっぱそういうあったんだろうな、システムが。 X はね BW から早かったんじゃなかったっけな。 XY ぐらいからもう音速だったよね。もうレポートポチッとしたらもうすぐにパンってなって、はい次です。もらうわ。 XI からか。 BW もまあまあ遅かったっけ。でもだからやっぱ 3DS になってからだよね、マシンのやっぱ性能が上がるにつれレポート速度が上がっていった。彼らにとって今日がその時、ここがその場所なのだ。とりあえず行くか。とりあえず取るぜ、ヒコザルを。この時にメスが出る確率が12分の5で、はい、12分の5じゃない、 12.5% ね。
いや、これでまたポッチャマに先生泣き声されたらやだな。よし、行くぞ。もうここで決める。メス来い。あ、押すか。うわ、 HP19。 あ、 OK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 。 そんな遅くないな、こいつ。だって鳴き声、ちょっとこれどうしたらいい。立ち回り考えなきゃきついかもな。睨みつける、一回積んどくか。これ鳴き声連打されたら普通になんか受け入れられちゃうんだけど。あ、オッケーオッケーオッケー、いける、いける。あ、いけるわ。顔で受けて、いや、まあもう引っかくで多分ゴリ押しできるな。いける。うわ、ちょっと、ここで睨みつける。いや、ここで睨みつける。いや、ここで引っかくか。いいや、もういいや。あ、オッケー。あれ、もう残りヒットポイント1とかでしょ。さすがに引っかけはおる。よし。ここは難なく勝っていく。経験値バブおっせえな。うわ勝った時の曲こんなんだっけ。いや本当に俺一番最初のジムリーダーも誰か全然覚えてない。じゃあ見ますか。さすがにこいつ、うわ、真面目あ、まあ真面目ね。いいじゃん、真面目にやってくれそうだし、真面目でいいや。まあ、これで、ほんともう、意地っ張りとか、陽気とか粘り始めたら、もう、キリがないから、さすがにね。さすがにもう、やろう。まあ、だって自由だからな。別に、このヒコザルを絶対使わなきゃいけないってわけじゃないし、この先ほんと俺にはいろんな出会いが待っている。どのポケモンで殿堂入り目指そうが、もう全部俺の自由。そう、俺は、あの頃に帰って、ポケモンを楽しむんだ。それまでこの湖のスコフカで眠っているがいい。伝説のポケモンとやら。失礼、どうでもなお。いや、このジュンは男、主人公、あの、ライバル男ですよ。昔はゲームなんでしねまあちょうどだから厳選とかを覚え始めたのもこの頃だった。だから本当に俺のとってのポケモンっていうものが何もかも変わったのがプラチナからだったんだよな。これも先進んでいいんだっけ。誰だお前。お前ポケモンの序盤と、あ、いた。こういうやっぱフレンドリーショップの店員がくれるんだよ、傷薬を。しっかりとな。しっかりとくれるから。うわ、こんなんだったわ。ちなみに、もう序盤の鳥として歴代最強なんですよね、ムックル。捕まえてもいいけど、ちょっとここは一回見るわ。てか、もうそもそもモンスターボール持ってないし。ムクホークマジでクソ強いな。あれ
種族値も答え、あの覚える技って覚える技が強い。あいつは能力も高いんだけど、もちろん覚える技がほんと最強なんだよな。当時だって普通にだってレートの環境、レートってかあのオンライン環境にいたもんね、ムックホーク。それまでだってピジョットとかオーストラメとかさ、まあ、オーストラメも、まあ、まあそいつはそいつらで強いんだけど、正統派のアタッカーであらゆるポケモンをしのげて、やっぱ普通にスタメンに入ってたからな。そう、インファブレ、もうインファイトブレイブワード、あれをレベルで覚えるっていうのがやばかった。まあまあファイヤローか、その後ファイヤローっていうのが出てきて、その歴史を塗り替えていったけど、いや序盤のポケモンでも使いたくねえな。え、お前何、助手がいた。あ、待ってたよ、こっちに来て、博士が待ってる。ほら、ここがポケモン研究所、中で。ハトウボウ、なんだっけ、ケンホロとか全然弱かったもんね。ヒコサルだけでクリア。何が面白いんだ、それ。まあ、ヒコサルだけでクリアできるけどな、多分。秘伝要員さんいれば。おお、来たのか。モゴだったね。もう一度ポケを見せたまえ。ほら、見てくれよ。俺のヒコサル。もうレベル7になったんだぜ。ふむ、なるほど。このポケモンなんだか嬉しそうにしておる。ふむ、そのヒコサルは君に託してよかったようだな。どうだ、ニックネームをつけるかな。つけたい。グンロズにしよう。こいつ、グンロズにしよう。いや、グンロズは違う。メスにつけたいから。ヒコサル何にしようかな。サルノリにしよう。サルノリにしてやる、こいつ。ラララララル何ヌネの、はい、実はな、君たちがポケモン持たずに草むらに入ろうとした時、非常に驚いた。無効水の子供たちだと。だが今は別の意味で驚かされたぞ。君とポケモンとの間にはすでに絆が生まれておる。君たちに出てよかった。きっとヒコザルも同じように思っているだろう。だからそのヒコザルを大事にしてやってくれ。君がポケモンに優しい人でよかったよ。いや、わかんない。俺、普通に、売買するからね、ロケット団に。銀河団にこいつ、高値で売りつけるから。このポケモン図鑑を託すから、君は新落ち町にいる全てのポケモン見てくれ。いや、図鑑をね、やっぱ集めていかないとな。博士のために。君が出会ったポケモン自動的に記録していくハイテクな道具だ。今回の実況シリーズでは俺も出会った ポケモン図鑑のやっぱ音読をやっぱ魂を込めてやっていきたい。ポケモン図鑑になる自分自身が。ロトムやミカルゲ、あー、ロトムミカルゲ、その辺のなんか第4世代を代表する固定シンボルを使っていくのもいいかもな。27って地震じゃねこれ。え、何これ。あ、恩返しか。へえ、あ、この時代でも技マシンって消えるからな。まあ、技マシンはもう正直惜しみなく使っていきたい。ストーリーで、ストーリーだし。あ、ミカルゲって無理なんだっけ。うわ、ドラピオンとか使いてー。ドラピオンとか使いてえな。スコルピーって出てくるの結構序盤の、なんか終盤の方だった気がするけど、俺あれは使いたいと決めてんな。 スカタング、スカタングはマジ使いたい。うん、だからスカンプは優先的にゲットすると思います、俺。 グライオンか。グライオンでも、あれグライオンって通信じゃなきゃ進化しなくない。じゃああいつ、え、あれか、グライオンは違う、あれなんか覚えてないのか。グライオンって進化条件なんだっけ。なんか牙を覚えて進化だっけ。あ、メガ、うわー、コリンク、うわ、使いたいやついっぱいいる、どうしよう。あ、ここがあいつの家なんだ。すごい、私のお兄ちゃんと一緒なんだね、頑張ってね。
お前の兄と一緒にするな、高貴なるポケモントレーナーを。マサゴの浜、ここは今なんもない。うわー、このエフェクトも懐かしいだろ、モンスターボールの。イーブイもらってリーフィアがクレイシアにするのもいいね。うわー、あ、ドクロック使いて飛行ならいらなくね。そしたらもう、うわ、ドン、うわ、ドンか、てか悪ポケモン統一とかはそういうテーマを作っていくのありかもな。え、なんで、なんで、ね、押し返された、今。え、なんでお前さん冷てんだよ、ふざけんだよ。これだから嫌いなんだよな、こういう、親の七光で食ってるやつ。いや、一回お母さんとこ戻んのか。あ、ブニャットもいいね。あ、エルレ、マニューラ、マニューラ、ギャラドス、ヘルガ、スカタンク、ドラピオン、ビークイン、メガヤンマン。うわー、生きてー、それ。生きてーなー。あれ？そう、七カマ博士からそんなすごいこと頼まれたの。よし、頑張れ、ママ応援しないから。冒険ノート、お、来た。冒険ノートってあれ、ポケモンカードで、なんか、あれじゃん、サポートカード、あれでしょ？持ってくるやつじゃん、トラッシュから。でも時々は帰ってきて、あなたがどんなポケモンを捕まえたかママも知りたいし。っていうのは建前で、本当はやっぱ可愛いね、娘の顔見たいと。すいません、こちらにジュン来てます。え、来てないけど。そうですか、じゃあもう行っちゃったんだ、困ったな。あの子冒険するからってそれ言って、それだけ飛び出して、向こう水で無鉄砲だから、これだけ渡しておきたかったのに。ああ、なになに。そう、じゃあお願いしちゃっていい、これジュンに届けてね。お届け物を手に入れた。お届け物、多分まっすぐ寿シティに向かってると思う。じゃあ寿シティにまず向かうか。じゃあ、いや、これ B クイーンとかもね、地味に好きなんですよ。でもあれ、メスのミツハニーを捕まえるのがクッソだるいから、多分 B クイーン使えないと思う。うわ、ビッパーいたわ。まあ、とりあえず捕まえてもいいかもな、この辺。モンスターボール持ってるよね。え、持ってないの？え、マジで？逃げよう。フアライドも使いたい。まあ、あれっすね。第4世代のポケモンだけでいきたい。とりあえず。てか、第4世代のポケモンに使いたいポケモンがいっぱいいるから。まあ、縛りではないけど、そここだわりとして、あくまでこの世代最新のポケモンのみを使っていこうかなと。まあ、10個ぐらい買っとけばいいんじゃない、うん。そしたらプレミア、プレミアボールでこの時代からだっけな。うわー、ルカリオも使いたいな、全部使いたいな。エレキブルもいいな。あ、お前な、まだあんの、なんかモコってポケモンの捕まえ方のコツもうバッチリ分かってんのかな。ま、ポケモントレーナー目指すって言うんだから、それぐらい分かってなきゃね。僕がポケモンの捕まえ方を教えてあげるから、そこで見てて。あ、すいません、なんか教えてくれたのか。や、野生のビッパーが飛び出してきた。行けナイトル、お前ナイトルなのか。横からさ、こいつに火の粉かけてやろうかな。磁場コイルもな、プラチナクラだもんな。体力が減ったところでモンスターボール投げるぜ。お、あ、ガブリアスもか。いや、でもガブとかちょっと中ポケすぎてな、つまんないからな。まあ、使いたいけどね。レント、え、とりあえずコリンクはまずゲットすると思うよ、とりあえず序盤。単純にやっぱ電気タイプが貴重だからな。ムクホークはガチで強い。ムクホークガチで強いんだよな。しかも空飛べるもんな。いや、ムクホークでもな、ちょっと違うんだよな。ムクホークはなんか違うんだよな、俺の中で。鉄
般すぎるっていうか、なんかもっとこうマイナーなところ攻めていきたい。うわ、コリンクちゃん来たの。これはやっぱゲットでしょ。しかも俺弱らせるなんかしないからね、普通に投げる。うわー懐かしい。これ来い、出てくんなお前。そんなにあれか、俺の、あ、に逃げちゃった、間違えて。まあいっか、すぐ出てくるし。お、何痩せてポケモン。この時代ってなんかあれ、経験値を全員になんか均等にもらえるみたいなシステムないもんね。ドゥルルルダッタ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 ッ。学習装置を持たせるしかないんだよね。うん、トゥルルルル。やべえ、でもこの時代の曲ほとんど忘れてたな。こいつは何、ミニスカートか。スワンナはさ、BW じゃなかったっけ。スワンナ行ったら使いたいけど、あれ BW だよね。フアライドとかありだな。フアライドはね、ありかもしんない。秘伝要因にもなるし。ミノマダム。コロトックか。コロトックか。やっぱコロトック、やっぱ俺が使うべきなのかな。ただちょっと他に使いたいのが多すぎて、そこまで手が回る。あ、そっか、フワライドは、あ、そっか、なんか、不安定って固定だっけ、あれ。不安定って固定だったっけ。うわ、鳥とどんもね、強いもんね、地味にね、使いたい。さあ、このビッパー。もう、こちらのビッパー、どうやって行こうかなと。まあまあ、捕まえるだけ捕まえとくのありだな。あー、アイパムな、グライオンな。フローゼルもな、いるもんな。だからこいつらどんだけ俺に捕獲されたくねえんだよね。モンスターボールが出てきたやつには絶対火の粉をあぶせるっていう、もう決まりがあるから。あー、ミミロップも欲しい。うわ、手がやべえ、使いてえ。ドータくんとかってちょっと出てくるの遅かった気がするんだよね。そう、でもそう、受けポケモンはあんま旅に向かないっていうのは正直あるね、そこは。またあれじゃん。っていうか、どうしよう。あれ、傷薬使わなくて大丈夫かな。まあ、いっか、まだいけるか。ドラピオン使いたかったけど、俺多分スカタンクの方取るから、そうなるとなんかタイプ被っちゃうんだよな。ミノムチ。こいつはラッキーだな。火の粉でパンパンでしょ。オッケー。火の粉でワンパンチしていく。ピッピピ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 。レベル9に上がった。うわ、挑発レベル9で覚えるんだ。なんか生意気だね。こういう実践的な技がいきなり出てくるとちょっとおってなるよな。こいつもトレーナーじゃなさそうだな。プラチナ、あ、プラチナスカンプいない、いないのか。まあいいや。あ、そっか、こういうのあったな。朝しか出ないやつとか夜しかいないやつとか。じゃあコリンクだけちょっと取ろっかな、まずは。いや、もうどれだけポケモン捕まえた。あれ、もっと捕まえた方がいいよ。たくさんいると育てるのは大変かもしれないけど、その分嬉しさもいっぱいだよ。そうだ、ポケモンのことも勉強した方がいいかな。よし、ついてこせ。お前何だ、その先輩方吹かすの。お前トレーナーとして俺の方が上なのに。先輩方吹かしてくんじゃねえ。うわ、これハンサムじゃねえ、これ。ハンサムって第4歳からいたんだ、これ。謎の人、なぜ私が国際警察の人間だと分かって。え、だってハンサムなんて、最新のポケモンで
にも出てくるもんね。こいつすごいよな。もうほぼレギュラーじゃん。あ、雪の王か。なんか雪のステージあったよな。知らん。デッキの下からね、3枚引くカードね、これ。ところで君トレーナーならこれを使いこなせるかい？僕はバトルレコーダーを手に入れた。いや、ハンサムだってもう、毎回出てこない。あ、リーフレイン、ハイライトが出てくる？わあ、マンムもいいね。国際警察って大変なんだね。僕はそこはトレーナーズスクール、トレーナーのための学校さ。さっきジュン君が入ってくるみたいなんだけど、まあ、あいつね、意外とそういう勉強熱心なところある。ハンさんプラチナからか。どうしてもそんな黒板を凝視して。俺なんか黒板に書かれてることをバッチリ覚えたぜ。自分の大事なポケモンを傷つけたりしないために頑張るのがトレーナーだからさ。で、モコ何してきたんだよ。え、渡すものがある。ああ、そっかそっか。あれ、ナマズンって、ナマズンが俺未だに分かんないの。第3世代だからか、第4世代だったからか。ナマズンって第3やったイメージあんねんけど。あれ、第3やんな。せやんな。そうっすよね。うん、そうだそうだそうだ。あれはシザリガーは？あ、あれも第3か。ちょっと一回、ポケモンセンター行きたいところではあるが。誰だお前。おや、あなたポケモントレーナーなのにポケッチを持っていない。あー、ポケッチか。この時代はもうポケギアじゃないんだ。ピエロを探せ。ポケモンは倒すことで経験の実力強くなる。はい。コリンクちょっと捕まえたいね。いや、コリンク捕まえたいな。ちょっといろいろクエストこなして。あれ、ハンサム見た。あー、こっち。あのね、なんだ、俺、もうちょっと先にある草むらでレベル高いやつ捕まえてやろうと思ったんだけど。そうか、このピエロのイベント。あ、てかあるじゃん。いやいやいや、いや、ここで、ちょっと待って、ここでコリンク捕まえる。俺としては。多分その方がレベルが高い。ムックル。まあ、ムックルとかも一応取っといてもいいけど。どう、だってこいつらボールに入らねえもんな。いや、ほら、出てくるもん。だって、なんで？バカにしてんのか、俺は。まあ、やっぱ、ヨロアス、あ、コリンク最初の残しだ。あ、そう。あ、やばい、やばい。うわー、なんか結構草むら広がってんな。いやー、コリンク取っちゃう。ちょっと取りに帰ろっか。だったら先にあのピエロのやつやっちゃおう。2体目ここにいた。道具を持たせることはできる。はい、3か。じゃああと2をゲットすれば。どこにいるんだ。いた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 。ポケモンの技にはタイプがある。はい。ベロベルトとか、てか第4世代は本当にもう俺何が好きかって、この時代のポケモンはもう9割以上のポケモンが進化に関係するっていうのが一つのテーマだったんですよ。だからもうあらゆるあの追加進、まあ、だこの時代であの要は既存ポケモンの新しい進化っていうのがあの最後だったんだけど、もうものすごいポケモンがね進化したもんね。大体第4世代ですもんね。ヨノワールもそうだ、だからメガヤンマも全部そうよ。エテボースとかもそうだし、エレキブルもブーバンもだから全部。ロズレードとかもそう。あ、来た来た来た。うわ、レベル4だ。しかもメスだ。いいね。こいつに軍ロズって名前つけよう。ち
とここひっか、いや、火の粉でいけるな、多分。火の粉で7割削って。よし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 。これで、しかも俺はここで、おしゃぼを使っていく。いや、メガエンママジで使いたいんだよね。来い。来たー、しゃー。さあ、俺のこの暴言、初めてのゲット。コリンク。コリンクのデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。コリンク先行ポケモン。体をすごく動かすために筋肉が伸び縮みして電気が生まれる。ピンチになると体が輝く。これはニックネームやっぱグンロズとしてつけていきたいですね。グンロズ。オッケー。威嚇じゃなくていいね闘争心でもいいでしょ別に。あの威嚇はねストーリーで向かない理由が一個あって、あの毎回毎回あの痩せたポケモンに威嚇するから、あのなんだろう、煩わしいんだよね。つぶといとかマジか。いや威嚇はぶっちゃけいらない。まあ、ずぶとい言うて、だってこいつ攻撃じゃなく電気技の方が使うから、まあ、いっか。闘争心ってさ、闘争心ってちなみにさ、火力下がるんだっけ、一斉に対して。0.75 倍とかになるんだっけ、闘争心って。下がるんだっけ。あ、じゃあ厳選じゃあ威嚇で厳選します。いや確か下がった気がするわ。そう 0.75 倍だったよな。波乗り要員とかはね、まあなんか水ポケで人なんか捕まえて。やべえ、もう野生ポケモンの厳選とかしたくないよいやでもあい、いやいいや、このコリンクでよくない。このコリンクでいい気がするんだよな。いやいいでしょ。いやいいや、なんかいいや、闘争心の方がかわいい。はい、うわ来た、ポケボッチ。あーいかん、そっか、威嚇。だってプレミアボール使っちゃったもんな。さあ威嚇かどうか。あ、威嚇だわ。しょうがねえな、お前をじゃあ捕まえてやろうか。全然効かねえ。まあ、でもさっきは、ゆうきくんが、こうきくんか。この HP で投げてたから、多分大丈夫でしょ。いや、コリンクのつぶといは別にいいんですよ。攻撃使わないしね。この時代、ああ、まあ、一応あれだけど、電気技が多分10万とかになってくるから。まあ、こいつもじゃあ、グンロズでつけなきゃ。グンロズ。さあ見てみましょう。もうちょっと待って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 、なんか、なんか腑に落ちないな。なんかすっきりしない。心にやっぱモヤモヤが残っちゃうな。いやのんきはね、やっぱ遅いのはストーリーで致命的なんだよね。もうなんで俺こんな作業に。威嚇来い。でもコリンクかわいい。
確かね、コリンクって、うわ、こいつ放送人だコリンクってさ、前髪の、あの縦髪か、縦髪の長さでオスかメスか分かるんですよ。来い、もうビッパ死滅しろまあレンタ確かに早くないんだ。いや、ちょっと、まあ、あと1匹だけ威嚇つかめてもそこで決めるわ。わりわり、もうこういうの多分序盤にしかやんないから俺。こいつ押す。あ、レベル4だ。威嚇、お願い、威嚇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 。そのうち色違いとか出るんじゃないの。いや、押すなら、いや、押す、確かになんかね、闘争心は押す安定って言葉があって、全体のポケモンをこうやって並べてみると、押すの比率の方がな多いんだよね。あ、押す。あ、威嚇、威嚇、威嚇。あ、てか、メスがいいな。メスがいいな。分裂する。あ、もうちょっと待ってくれ。ちょっと待ってくれ。終われねえ。終われない。メスレベル4、威嚇、個体値鈍い。もうそんぐらいじゃないともう始めらんないわ。性格いじっぱり。特製カプセルこの時代から、いや、この時代ないよな。まああったとしてももう取れないけどね、そんな高価なアイテム。コリングの色は黄色です。黄色、黄色。でも逆にこういうところでしかやっぱ厳選ってできないから。ちょっと待って、ちょっと待って、嘘いや8000分の1やで。ちょっと待って、一角なら多分90でもしないの。ああ、先生、次の一角は打っちゃダメだこれ。いや、ちょっと、こんなこ、え、こんな、え、これ普通にちょ、一回捕まえるか、まず。ちゃんと。いや、ちょっと整理しよう、一回。これ初めて何時間だ今。1時間でしょ、なんで色違い出んの。こんなことある。不正を疑われるな、これ、多分。このデータ、バグってんじゃない。嘘やん。あ、レベルじゃね、HP。あ、ずぶといか。しかでも暴れること好きだ。まあ、こいつでやっていくか、じゃあ。なんか色もちょうどグンローズみたいだわ。キンクマハムスターみたいで。いや、ちょ、あ、ごめん、セーフ、レポート書くわ。ふわー、やべ、すげえ、なんか久々に鳥肌立ったポケモンやってて。やば。俺、だってストーリー中に色違い出したの、これ何回目やろ。いつ以来やろ。だってこの時代、マジガチで8000分の1とかなんですよ、確率これ。
マジで？この時代ってさ、なんかポケモンのあのもうあのね、カットインするし、もうタイミングでも色かどうかわかんねえやんか。もうその瞬間黄色やったから、マジってなった。ちょっともう一回見よう、もう一回見よう。いや、ほんまに色違いや。やべえ、色違い取っちゃった。暴れることが好きって書いてるから、もしかしたら攻撃力 V かもしんない。 V かまあ26か21とその辺かな。マジでやべえ。しかもレンタの色違いって一番見栄えするやつじゃん。やべえ、やばいやばい、嬉しすぎる。嬉しすぎる。嬉しすぎる。え、でこれ結局どこに行けばいいの俺次。まあ、いや、もう先進もう。でこのコリンクやっぱ育成しようぜ。これはもうあれだな。うわー、マジか、戦闘か。いやいや、俺には色違いのコリンクがいる。うわ、ムックル、お前レベル地味に上がってんな。うわ、マジかよー。でも俺彼これさ、あれ、なんだかんだストーリーの配信を今まで何回かやってきて、それこそもう BW やりました。なんだっけ、サンムーンをあの無印の方もウルトラの方もやって、あと昔あれもやったよね、ルビサーのリメイクのやつ。確か俺生放送中に色違い出たことって多分一回もないんだよな。そういう意味ではもう確率的にはもう出てもおかしくない、そういうタイミングだったのかもしれない。ちょっとお前行ってみろ、グンローズ。お前、お前の光るあれ見せてやれ、光るあれを。あ、レボード勝った勝った勝った。このキランテのいいんだよね。お前あれ相性有利なんだから、やれ、いけ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 るやろ。うわー、なきょうとか耐えたれ。こいついつスパーク覚えんの。スパーク電気ショックとか効かねえ。ちょっとこれ一回これ交換する。ちょ、交換していい、これダメだ、勝てねえ。俺の大事な軍団ちゃんが禁止になっちゃう。ちょっとこれ一回帰りでしょ。いや、てかちょ、ライバルに差をつけられ始めてるな。相手の方が平均レベルが高い。平均レベル8ある。いや、俺ストーリーでね、色違いほんと出せなくて、ね、何回ぐらいの、今回のコリンク含めて4回ぐらいじゃないかな、今出てたの。4回はもう言い過ぎか、5回目ぐらいかな。 BW で一文字出て、XY かなんかでイバーク出して、BW か。で、本当にあの昔の金銀、俺が小学生の時に、目のクラゲの色違いが初めての色違いで、だそれ以外記憶ないもん、もう。野生の色違いっていう、記憶ない、本当に。あ、鬼スズメとかも出たな。色違いの鬼スズメとか なんかで出したっけ、俺。なんかで出したわ。いや、それはもらいもんの色違いとかさ、そのなんか不可厳選とかで出たやつはいるけど、なんかその野生の色違いってなんかやっぱもっとなんか特別な感じあるじゃん。うん、あ、 XI のストーリーでルリー出してた。あ、出したっけ俺。あ、なんか出した気がするわ。あ、 XI でルリー出たんだっけ俺。それでも生配信じゃなくなかった、それ生配信だっけな。あ、ちょっと覚えてねえや。シンボラの色とかは、うん、だからそれも確かね、あのなんかウルトラワールなんかその色が出やすい状況下でのそのホンマモンのその8000分の1を引くっていうのは今までなかったはず、生配信で。うん、なかったよ絶対。嬉しい。戦闘コリンクにしよっかな。でも光るエフェクトがなんかなかったらしいんだよな、あれ。うわ、マジで出るか。てかそろ、なんか、いや、でも育成しますか、じゃあこれ。
成しよう。ちょ、育成していこう。コロボシ。まあでもここはまあちょっとね、そうそう、まあ戦闘コリンクにしていいのかな。まあ昔ながらのね、育成方法でやっていこうか。戦闘出してから引っ込めて。おえー、そう、光った上に威嚇があるから、プラチナは威嚇でいいんか。減る、あ、減る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 、そういう仕様あるね。ちょっとこれズバッとぐらいだったら倒せないか、自力で。オッケー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 。いや、いけるでしょ。あ、いける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 、いける。ちょ、いや、頑張れ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 。レベル6、これで超音波外しすぎじゃないって。これって55だっけ、命中。そしてこの時代は確かレベルが、レベルじゃねえ、あの命中混乱時のあれが5割だから、まだ。あ、なんかごめんなさい、今シリが起動しちゃった。うーん、なんかシリが起動したな。当時の吸血ってね、威力20とかなんですよ、40とかなんですよ。今80だからね。何が、吸血が一番出世したよな。なんで吸血あんな威力上がったの。いや、色違い、マジ、これ本当にガチでたまたま出ました、今。ちょっと待って、吸血って威力80ですよね、今。不安になってきた。ちょっとあんまりこういう、なんか、調子こえて、にわか知識喋っちゃうとね。ああ、やっぱ、うん、80だわ。あ、ドレインされちゃった。耐えて、お願い。マッシブのためか。ウルトラビーストってやっぱそういう権力持ってるんだな。まあ体当たり以外の技を覚えるまでちょっと辛抱って感じだけど。え、そんなにいく。いいね。あ、鬼しずくもとかな。まあ吸血そうだよな、いろんなポケモンが必要だったもんね。そこででもなんか新しい技をさ追加するんじゃなくて、既存の技しっかり強化して実用的に持っていくっていう、俺その発想好きなんだよ。だから俺この前色違い、ね、色違いじゃん、あの、なんだっけ、あの指を振るバトルでのなんか動画作って編集してて、そのなんか現行環境の技の種類って何種類なんだろうって調べた時に、意外と少なかった。思ったよりポケモンの数より少なかったんだよね。668個。まあ、もしかしたら間違ってるかもしれないけど、大体そんぐらいな、600か700ぐらいなんですよ。あ、ポケモンより少ないなって思って。これはコリンク出さなきゃ。いや、死ぬな、やめとこう。コリンク戦闘にしなかった。え、こいつ耐えたり強くね。あ、今9章か、今の。あ、違う、俺が食らってたのか、ダメージ。いや、ちょっとこれコリンクに変えなきゃな。でもこの時代ってなんかレベル差によって経験値が変動するとかそういう仕様ないですよね。だったらやっぱレベル低いやつと。あー、くそー、ここにもいたのか。ちょっと俺あれだよ、こっからあのポケモンセンター戻らないよ。か、いやー、ちょっとこれどうだろうな。いや、これまずいか、もしかして。ケタグリだね。いや、いける。戦闘コリングにしよう。うん、サルノリはもう十二分にレベル上がってきた。俺バランスタイプなんでね、ちょっとここは均等に上げていきたい。レベルを均等にレベル上げていく。で、軍の図にちょっと傷薬使ってあげよう。サルノリにも使おうか。なんかあのこういう
ついついストーリーやってると余りがちなアイテムをね、もう惜しみなく使っていきたいんですよね、今回。そう、レベル12だけに。うわ、外しやがった。いやー、これ黄色いコリングめっちゃいいなー。かわいい。あ、強い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 。なんかでも一回色違い引いたらもう一回引けるんじゃないかっていう、そういう錯覚に陥るよね。また出たらむしろなんか、むしろ怖くなってくる。確率そのものを司ってるんじゃないかっていう、自分が。なんか覚えろ。なんか覚えろよ、お前。ここは、これも、トレーナーか。オッケー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 。次のジムって何タイプかすら覚えてないもん。うわぁ、コダックか。相性で勝っているのになぁ。相性で勝っているのに。しかもこれ相手がちょっと体当たりじゃ勝てなくないか。威力35で殴り続けるって結構やばいからね。ここは素直に交換しよっかな、ヒコダルに。ヒコダルじゃない、サイマイ。あれ、それが一人するじゃん。え、あ、え、次岩だ。え、それお前ルビサワの間違いじゃない。あ、ダイアンスタイム岩やっけ。いや、もう覚えてへんわ。あの人、あのおっさんみたいな、なんかあの工事現場のおっさんみたいな人だっけ。ルビサワの岩のジムはあのなんか可愛い、なんかあれなんですよね、エリートトレーナーみたいなエッチな。あ、違う、メガネのやつか。あ、違う、それがそいつのなんかお父さんが5人目とかだっけ。それ鋼か。そいつの息子、あ、これトレーナーなんだ。そいつの息子のあのメガネのやつか。ああ、はい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 。あ、痛い痛い痛い、そんなの。いたな。岩タイプってことはちょっとまずいね、このパーティー。太刀打ちできない、岩に。鋼7個目か。なんかいたよな。パー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 。え、マッハパンチ覚えんの、ヒコザルって。そんな早い段階でいけるか。体当たりの応酬で。あ、もう飾るか。ってことはね、レベル結局16枚上げなきゃいけない。なんか電光石火でもいいから。うわ、充電とか、お前電気技持ってないんだから意味ねえじゃん。それここのスボミはじゃあヒコダルでいこうか。じゃあ、え、あれ14か、レベル。サルノリはレベル14なんだ。なんかみんな16だと思ってた。たまに18とか14とかのやつがいるんだっけ。ワクワクしてきたな、ケイシー。いや、このままもう行く。この時代のね、そう、炎タイプ、あの、まあ、ダイパーはもうほんと2体しかストーリーで出てこない。ポニータとサルしかいないんだけど。まあ、プラチナは、ちょっとその、増えたよね。氷タイプ。これじゃ炎タイプ。まあ、ここは、いっか。このボールだけちょっと回収していこう。うん。
さあ、ヌックルも出てくると。スゴミも正直ありで、だって最終進化限がロズレードだから、ロズレードダイアンス代だから、ロズレード使うのもありかもな。ロズレードとか結構良くない？草タイプ貴重な、めっちゃエンカントするやん。ムックルどうする？捕まえる？まあ、うん、いや多分でも戦闘で使わないんだよね。戦闘で使わないんだよな、ムックル多分。なんでちょっと今回はスルーします。その真新しいポケッチ、その旅立ってる感じ。ふむ、まだお前さんひどこの取れないだろ。だがポケモン愛するものが増えたかと嬉しいことだ。なのでこのひでまし、え06って何だ、イヤイギリだっけ、フラッシュか。あ、岩砕きだ。岩砕き、ちょっと待って、岩砕き覚えないか。岩砕きコリンク覚えなかったっけ。あ、無理ね。あ、猿が覚えるわ。いや、でもちょっと待って、秘伝技覚えさせちゃうと、しかもレベル14で進化するんだったら今の水いらないな。あ、でも、この先々必要になってくるのか。まあ、一応ビッパとかは捕まえてもいいかもしんない。そういう話だったら。秘伝用意必要だもんね。ちょ、一瞬鼻噛みます。そう、秘伝技がね、この時代あるから、それ覚えさせたら消せないからな。もしなんか他になんか欲しいのがあったって時にちょっと不便なんで、必要以上に覚えさせない方がいい。うん、これ多分負けたわ。ちょっと待って、一回引っ張るにバックする。いや、いけるか。これも耐えるから多分コーランスで。すいません。しかももう傷薬ないね。しゃあない。ここは猿の家に交換だ。猿取り。ひっかく。色子リンク、あの出ました。改造じゃありません。コリンクか。まあ、ここは普通に行こう。だ、不正じゃん。ちょっと後でちゃんと、あの、これちゃんと DS でやってるっていうのをお見せしないと。プラチナ、ダイヤモンド内ってどうなんでしたっけ。なんかレベル高いんだっけ、全体的に。白なんかレベル60のポケモンとか使ってきたもんな。全体的にやっぱレベル上がりやすいのか。あー、ズバット。まあクロバットとかも使えるなら使いたいけど、ただ俺はやっぱ第4世代で固めたいから、ここはする。ちょっと待って、これ一回なんか向こうに出なきゃまずいかもな。サチコがビッパー送り出した。第二世代でさ、なんか一気に下がったよねレベル。四天王クラスが40とかだったもんね、平均。ゴールデンウィーク期間中にクリアできればいいって感じで、まあ1回の配信でバッチ2個っていうのが目標。大まかな目標はバッチ2個。大体2個取れば、まあストーリーの進行もまあ4分の1ぐらいでって感じでなるんで、1回の配信で、まあ、バッチ2個取ったら終わりって感じしようと思ってます俺は。
あ、もう黒金して出てくるんだ。あそこ上行ってないけどさ、あそこの上って行った方がいいかな。ちょっと待って、一回戻ろっかな。炎ポケ少なすぎてミミロップ使えるのあれマジ笑った。ダイパのさ、あの大葉の手持ちどんなんだっけ。ゴーカザル、ギャロップ、あとなんかミミロップ、フワライド、んー、あと なんかとかあったよな。あー、ジムリーダー単行にちゃった。はいはいはい、そういうイベントがあるわけね。万力持ってないんだよな。あとブーバーンか。あー、ブーバーンもいたか。ハガネールだ。そう、違うわ。あの炎の牙を覚えたハガネールだ。で、ブーバーンはプラチナだ。プラチナになってだいぶマシな改善されたけど。ギャグだよな、もはや。わ？こっち一回回復しよう。炭鉱どこ行ったんだ、あいつ。あ、近くの草むらにいる。うん、じゃあ捕まえようかな。捕まえちゃおうかな。ここはなんだ、これ博物館か。化石の研究してる。ああ、化石の復元ここでできるって。なるほど。まあ初代でいうニビーシティ的な感じか。うん、どうしようか。黒金のあの炭鉱まで行っちゃう、これとりあえず。ここだっけ、全然違うか。黒金炭鉱のポケモン、ああ、よしよし、行こう。ちょっと黒金炭鉱行こう。うん、こっちだよね。違う？あ、ワンデキ来た。これさっきのやつと、さっきのなんかケイシー欲しがってた人と交換してあげる？ちょ、これ威嚇発生するのだりーな。あ、黒金観光したか。いや、ちょっとこのワンデキだけ捕獲して、まあ、やっぱ困ってる人はしっかり助けてあげたいから。俺はあいつと、ケイシーとワンデキ交換する。もう一回。オッケー。まあ使わないけどね。使わないけど。まあ図鑑も増えるし。うん。はい。まあワンデキも多分育成すればもうめちゃめちゃ強いんだけどな。レベル上げとか企んでみてもいいかも。サルノリだとあと1レベル進化でしょ。ジム戦までには絶対進化するから。ただ岩っていうのがちょっとネックなんだよな。あ、ごめん、図鑑読むの忘れてた。これレベル上がんないから、コイング。いや、来た来た来た、レベル10。なんも覚えねえ。なんかある、なんかある。うわ、夏いわ、こうやって木の実埋めてたな、あれ。オレンの実、クラボの実、チーゴの実か、あれは。あ、多分そんな感じでしょ、あれ。ポニータ。ポニータ石。いや、なんかこの辺は一応捕まえておいて、そんまあ、でも捕まえる意味ないか。モンスターボール消耗品だからな。あ、しかも逃げれねえ。
こいつ上等だわ。逃がさないってことはやられる覚悟があるってことだ。サルノリ、相手をしてやれ。真の炎タイプってのを見せてやる。ズリノミか。失格。まあちょっと下まで行きましょう。交換してあげて。であと秘伝要員としてやっぱビッパーかなんか捕まえておきたい。深丸もだから見つけたら取りたいけど、まあ多分深丸とか出てくるのにはもうストーリー終盤なんだよな。果たしてその時にもうその頃にその深丸とかが入る余地があるかどうか。俺のパーティー使いたいポケモンいっぱいいるんで。どこだっけ、あの剣心交換してくれってやつ。こいつだ。なんで剣士なの手がよりによって。せめてユンゲラに進化させてくれよ。おい、コイキング、うーん、いやまあ捕まえても使わないな。第4世代のポケモンだけでやっていこうかなと思ってる。でこの時代からこのあれなんだよ、通信交換のアニメーションからあのケーブルがなくなるんだよ。もうこの頃も DS のあのなんか赤外線通信でいけたからな。あ、深まる序盤出てくる。あ、そうなの。まあ捕まえてもいいけど、でも深まるちょっと中ポケすぎ、なんかちゃうねんな。なんかちゃうんやわ。水ポケモンはでもやっぱフローゼルがいいな。他になんかいるっけ、めぼしいやつ水ポケの。特に思い浮かばないんだよね。ブイゼル出たらまずとりあえず捕まえる。ブイゼルは、え、何これ、モンスターボールを見つけた。誰も使わないダイノーズ。うわー、この辺ちょっとだるいな。逃げようか。てか戦闘サルノリに変えるわ。すげえテンポが悪い。サルノリ、あ、てか経験なんか持ってんじゃんお前。あ、オレンの実持ってんのか。もうオレンの実とか序盤にもうガンガン使おう。後半になればなるほど価値がなくなっちゃうからね、あれ。俺の身は傷薬とかそういうのがやっぱ価値が高いうちに今使っておく。でなるべくポケモンセンターにをそのなんだろう行く手間をね省いていく。あー、ケイコウオ、要はネオランとか。ネオ、あ、でも俺ネオランとも色違い出たわ当時。なんか裏であれストーリーやってた時にレオランとの色違い出したことあったな、それ今。ここってトレーナーいるんかね。ミロカロスは第3世代でしょ。だし俺そんなにまあまあ好きだけど、ミロカロスもな、ちょっとなんか中間があってあんま使う気にならないんだよね。満タイン満タインもな、あいつ第2世代だからまあたま、あ、あ、いた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 、こいつじゃん。ちょっと見ててね。秘伝の技岩砕きを使えばこんな邪魔な岩だって。こうして落ちてきた岩を砕いておかないと邪魔だからね。君をこの町のポケモンジムでジムバッジを手に入れればこれぐらいすぐにできるさ。ま、君もこの岩みたいに軽く砕いちゃうけどね。こいつちょっと喧嘩売ってんね。上等だ。あー、ビッパの進化系のはビーダル確か水だったよな、あいつな。でも当時ってこの時って水とあのノーマルの組み合わせめちゃめちゃ強かったよな。
あの水とノーマルだけで確か弱点つあの半減されなかった気がする、特定のタイプ以外。エンペルトだっけ、エンペルト以外に全員に等倍つけたような確か当時水とノーマルで。そうだからギャラドスに恩返し持たせる人結構多かった。龍舞挑発滝登り恩返しみたいな。 俺だから恩返しだったよ。地面飛行とか格闘飛行とか、やっぱそういうなんか受けられにくい組み合わせ好きだったな。なんかラシレルとかそのブルンゲルとか言ってる人はこの世代の話っつってな。なんとかグンロズで短期で倒せないか。気合いだめされた急所に立ったら何ともこもないからな。まあ、ここはまあ普通に効率考えたら普通にやっぱサルモニー、ああサルモニー交換しよう。いやマニューラもマジで使いたい。マニューラ使いたいね。俺の記憶によるともう結構終盤だった気がする。あのなんか雪かぶりとかがレベル30何歩とか出てくる、あのなんか雪のステージでやっとニューラが出てくるとかじゃなかったっけ。マニューラもな、枠があったらな、パーティーに入れたいな。ねマニューラつく、あ、ほんと、来た。さあ、プラチナ実況初の進化。ヒコザルからモーカザルへ。ヒコザルからのモーカザル。両津勘吉のつながった眉毛みたいな。うわしかもマジでマッパ覚えやがった。これ最強だわ。マッパがしかもこれタイプ1だからもう引っかくとか多分いらないな。いやまあ2やめつけるかとりあえず。とりあえず2やめつける気していく。コリンクがあとはそのいつ進化してくるかだよね。そうあいつもやっぱちゃんとその戦線に上がってきてほしいからマッパの威力を試すかここで。うえ最強。あやばい、もうアルノケ編も使っていい、これアルノケ使っていい、これレベル16ぐらいだったらまあもうじきって感じか。もうだってあのあいつ戻ってきたもんね。ちょっと穴抜けを使ってスーッといっちゃおう。やばい、俺ポケカノだから穴抜けの紐って聞いたらもうあのお互いがポケモン交換するあれしか思い浮かばない。え、トレーナーに飲み出してる。え、マジマジ。あ、そうか、テレポートでよかった。しまった。ケイシーのテレポート、ここで活用できてるのに。え、トレーナー見逃した俺。この辺にてかいるんだっけ、トレーナー。あ、ファンリー聞いた方がいいね。そっか、テレポートで、テレポーテーションでよかったじゃん。いや、こういうところだな、俺がな。やっぱ抜けてんのは。おん、何釣り山っつったこいつ。釣り山なんかエロくね、そのネーム。あ、黄色いかけら。このかけらをその何個か集めるとそれぞれの色にその対応した押し技を覚えられるんですよ、当時のあれはね。あ、洞窟内のまあいいや。ハートの6ある？
とりあえずだな、一旦ジムリーダーに挑もう。すいません、ちょっと咳払いなるべくしないようにしたいんですけど、ちょっと鼻をやられていまして、私。いやー、なんかどことなくやっぱ初代のポケモンっぽいんだよね、このジムの作りも。ニビシティっぽいよな。遠回りをしなかったんだ。その理由を確かめてやるよ。避けようと思ったら避けれるようにできているっていうのがまた面白いね、このステージ。で、これはあえて真っ向から向かっていく。いや、色違いのグンロズいい。色違いのグンロズいい。しかもこいつほんと奇跡だった。レベル4だったし、威嚇だったし、メスだったし。マッパ。あー、レポートちょっとそろそろ書いてもいいな。まあ、ジム倒し、あ、さすがにちょっと物理技じゃ耐えられるか。もうマッパ連打でいけるんじゃないこのジム。岩ポケモンしか出してこないんだったら、マジマッパ連打してるだけで勝てるな。マッパだけでいけちゃう。なんならコリングのレベル上げをする余裕さえあるかもしれない。うん、水だったらこのジム超楽やったやろうね。水か草ならクソ楽やったと思うけど、まあそこは炎を選んだ宿命というか。いや、コリンクのレシンか、いや10、うん、なんか15567あたりやろう多分。もうちょい先やな。あとだ、あとは本当技が追いついてくると俺としてはありがたい。これ超会議のどこでやってる？超会議のメインステージでやってる。これメインステージのパソコン貸し切って配信してます。この後出演するんで、まあ、ここもまあ一回入れ替えて、グンロズにちょっと、まあグンロズのレベルやっぱ上げよう。苦しくても。で、威嚇入れて、あ、やべえ、ちょっと待って、ちょっと待って、これ、DS の充電が。DS の充電がまずいの、持たないかもしれない。ちょっと、接続するか。急にプチって来てたら怖いから。イエーイ。いやー、でもジムトレーナーでこのレベルってことは多分ジムリーダー相当高いな。マックス15とかあるか、もしかすると。ちょっと一回レポート書きますわ。たくさん書き込んでいます。電源を切らないで。あ、たくさんって文字懐かしい。ちょっとこの間に、はい、じゃあ行きましょうか。本日初のジム戦、ようこそ黒金シティポケモンジムへ。僕がジムリーダーのヒョータ、岩タイプのポケモンと共に歩むことを決めたトレーナーさ。さて、君のトレーナーとしての実力、そして一緒に戦うポケモン強さ、見せてもらうよ。うわ、夏はこんな曲だったわ。ジム戦の曲思い出した。これ確か四天王戦もなんかちょっと似てる感じだよね。似てるというか、ちょっと曲調が上がったやつ。このさ、このコリンク入れ替え作戦よくない？
毎回軍ロズ出して威嚇入れて相手の攻撃力下げてから猿乗りのマッパで決めるっていう。うわ、いい落とし。あ、やべ。あ、当倍か。この時は格闘だ。ちょっと待って、これ。あ、キス1個ある。キス1個あれば大丈夫か。マッパ打ちします。確か四天王戦とね、あの、事務戦ね、若干音程違うんだよ。確か。うわ、レベル12に上がっていく。いわくかん。ちょっとステルスロックがやだな。いや、そのまま行こう。あんま無理してコリフのレベル上げなくてもな。なんだってイワークの攻撃力ポッポと同等っすか。そんなやつ相手に構ってる暇はない。急所、急所これか。逆に言ったら、ただ防御力イワークで160ぐらいあるよね。イワークの時点ですでに140だから160ぐらいあるよね。ちょっとまずくね。え、ちょっとまずいな、これ。まず、もしかしたら火の粉の、うわー、だりー。まあ、弱点とはいえ、やっぱ物理でね、低火力当てて攻めてるから、そんな簡単にはいかないっていうのは仕方ないな。いや、ちょっとズガイドスとか出していくのこいつマジか。ちょっと待って、これ入れ替える、入れ替えるで、この KK を一回踏み台にする。いや、踏み台にする意味ないか、ごめんなさい。普通にコリンクでよかったしくった。あ、しくったな、これ。あ、いいんだいいんだ。ここで HP で、もう俺の身を猿に使ってここ火打ち。うわー、これはもうオーバーキルで、コリンクに、コリンクで威嚇を負けば、ごめん、ここコリンクに変えて、コリンクに変え、いや、ちょっと待って、これ軍ロズに犠牲になってもらわなきゃ、ま、ダメかもしれないな。それか、ここで追い打ちを打ってくれるんだったら俺としてはすごい楽なんだけど、多分耐えるから。いや、どうしよう、これ負けるか、もしかして俺。あ、追い打ち打ってこなかった。あー、ダメだ、これ岩落ちとか直撃したら多分普通に終わる。あ、あー、にやみつけて助かったけど、あー、どのうち次耐えないなー。いやー、これを、マッパ、急所頼む。急所、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 急所。うおー、あ。これなら、コリンクの体当たりで落ち、いやー、さすがに落ちない。いや、これ負けたわ。いや、勝ったか。多分、体当たり2回打てるんじゃない？威嚇2回入ってるから。あ、で、向こうの方が早い。うわ、ひるむな。頼む、耐えてくれ。耐えてくれ。落ちてくれ。あー、落ちない。頼む、お願い。次、次、耐えろ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 。はぁ、あ。俺、事務戦負けた。あ、そっか、回復もあったのか。じゃあ、どの道無理だったな。ごめんなさい、ちょっとフレンドリーショップで、傷薬100個くらい買います。いや、ダメだ。そういえば自分のパソコンに傷薬あったの、まあ後で取りに行くか。ちょっとここね、フレンドリーショップでがっつりガン積みしないとね、勝てない気がしてきた。この時代ってそういえばポケモンセンターとフレンドショップがまた別なんだな。買いに来た、まあ、モンスターボールも、うん、まあまだ足りるか。傷薬ここ、この左のお兄ちゃんは何売ってんの。メールとかだっけ。あ、メールか。ネットボールとかってこの時代からあるんだ。
まあ今わかんなくていい。いや、次、もう多分次はいける。まあ、ちょっと舐めすぎた、さすがに。猿乗りが漫画だったらもうやると変わってたから、ちょ、今のほんと舐めた。舐めちまったよ。そう、事務所前にすでに体力が削られてたから。まあ、逆に言うと、さっき石つぶてと岩枠の分の経験値を得したと。考えると、まあ、無駄ではなかったのかなと。ステルスロックをガッチコリと巻かれて、コリンクの睨みつけるでよかった。え、あれ勝ってた？マジで？いや、そこのねダメージ感覚が分かんなかったんだよな。サルノリのマッパが思った以上に入ったから、確かにそう考えれば睨みつけるで防御力1段階下げておけば、もしかしたら落ちたかもしれない。でもしかしたらしなくても落ちてるな。乱れ引っかき、これはまあまあ引っかく消すか。多分使わないけどね途中。まあ言わなくもこのまま相手しよう。ストーリーなのにイライラしてる。いや、まあちょっとプレイ、まあだって俺レート1300だよ。そりゃお前そんなやつが普通にポケモンやってもお前コンピューターに負けるよ。俺はだからこのストーリーを通じてちょっとポケモンの立ち回り覚えようかなって、まあ、そういう企画でもあるんだよ。頭蓋骨はちょっと入れ替えていく。で、あの剣士を生贄に捧げて、あの猿を後出しする。まあ普通にこれ いけるか。追い食らった、やべ、これは誰、これ誰いな。まあ傷薬を使うならここのタイミングだけど、まあ必要ないと思うんだよな。多分必要ないから、まあ普通に死んでもらおう。ん？睨みつけろってあれ。いやだから違う、軍ロズに経験値入れたいの。違う、軍ロズに経験値を入れたいから、変えたの。しないじゃ困るから。で、これでマッハパンチ2回で終わりよ。で、この突き絶対耐えるから、これだって威嚇入ってるから耐えるから耐えるから。うん、OKOKOK。剣士を出したのはだから。ケイシーを出したのはあれ、普通に頭突きとか打ってきたケイシーが頭突き受けてそこで猿乗り後出しできるやんか。あれの場合はだから、あの打たれたから、あのえスパーク覚えた、えマジやった、やった、来た、勝った。ようやくうちのコリンクが来たよ。ようやく戦線に上がってきたコリンクが。スパークレベル13で覚えんねや。さあポケモンリーグ公認のうちコールバッチ君に出すよ。モコはヒョウだからコールバッチもらった。おえ。76って何？ストーンエッジ？あ、ステルスロックか。ステルスロックもな、対戦ではすごい使う技マシンだったから、まあ何回もストーリー周回してね、この技マシンを回収した人はいたでしょうね。さあここは当然ポケモンセンターで、ちょっと事務戦終わったからもうケイシーあのボックスに戻そう。はい、よーし。ちょっ
とでも第3の戦力も欲しいですね、そろそろね。いや、色違いコリングのスパークはもうな、色鮮やかなんだろうな。俺の色違いスパーク、セラオラみたいな色して、あでもこれってちょっと待って、先に進む、白帯シティに行けば自転車がある。これこっちじゃないのか、じゃあ進行方向どっちなの。積んだ、一回戻るのかな。あー戻る、ドン。おっと、もうこうジムマッチもらえたか。次のジムマッチもらえるのは白帯シティのポケモン場だろう。で207番道路に行ったけれど、自転車がないと通れないのな。まポケモンを戦わせて鍛えたからいいけど。でさ、俺小田区駅に戻る。次は白帯のジムマッチ。じゃダッシュ10秒前。あの上か、あれだ、あの小田区の上だ、小田区の上。うん、あの俺がちょっと草むら当たったとこだよね。ここの上ちょっと行きてえな。なんか捕まえてそいつに曰くだけ覚えさせてちょっとやるか、これ。あーズパッとじゃ覚えないわ。まあでもここは試し切りしようじゃ。うわ綺麗、やっぱ技が黄色いんだからな、自分も黄色くないと。この上なんかあるよね多分ね、石つぶてかなんかちょっと捕まえたいけど、ちょっと待ってな、一回ここにもなんか出るから、そいつでいっかな。こういうところちょっと段取り悪いっすね自分、マジで申し訳ない。あーこれあれだ、戦闘威嚇だからちょっと出てこないやつ。そっか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 、ここで。ズバッとしか出えんくなっとる、もうええか。そうビッパがいるとあいつ何でも覚えるから、その秘伝技をあのね覚えさせるのにぴったりなんだよね。おえ、てかこんなに出ないの、出にくくなるだけじゃないん。あ、出たわ。ムックリング。まあ、チャリ取ってからでいいや。うん、そうしよう。逃げます。俺もあの、ジュンの追いかけて、池ことぶきまで戻る。ん？ハンサムだ。君、突然だが友達たちは持ってないのか。もうポケモンセンターの近くに行けば誰でもらえるんだろう。ふむ、それにしても寿に怪しい奴はいないようだ。別の町を調べてするかな。友達手帳ってあれじゃない、あのトラッシュからサポート2枚デッキに加えるやつじゃん。え、謎のとこ、さあ七釜の博士、あなたの研究の成果はただで我々によこしなさい。そうしないとあなたの助手を痛い目に合わせます。え、なんかちょっと臨時されてる。おもこがどうだ、ポケモン作ろう。銀河団空気じゃん。ポケモンを変えたのはついこの間だというのに、お前にはトレーナーとしての才能があるのかもしれんな。これは困ったポケモン博士ですね。我々はお仕事としてお話ししているのです。というか我々の話を聞けというのです。こいつら、いや無報酬でデータよこせって言ってるのやばいな、ビジネスとか言っといて。あ懐かしいこの曲、銀河団の曲。うわ、ニャルマと、あスカンプ欲しすぎる。ちょ、七釜の博士の研究データあげるからスカンプくれ。このナイトルって誰、ああ俺あれか、あいつと助手と共闘してんのか。
そんなに喧嘩売って大丈夫？俺の色違いの軍ロズはスパーク覚えたんだぜ。スパークスカンプもしかして出ない？プラチナニャルマ確かダイパーでなんか違うよね。スカンプとプラチナはどっちも出るとかなかったっけ？ないのか。ブニャットの S 確か112ある。あれは俺それに惚れたんすよね。なんかブニャットも好き。見た目によらずすごい速いんですよブニャット。あやべ毒ガスはだるい。あーお前なんで俺狙うの。毒消し合いはめんどくさい。スタンプ出る、いや出るならちょっと欲しいんだよな。なんと負けてしまった。お子さん二人我々が、銀河団ほんとろくでもない連中だな。なのに銀河団はそれが何かに使われるエネルギーなのか調べようとしているようだ。僕は博士はポケモンの進化について研究しているんだ。なんで博士の研究だとポケモンの 90% は進化に関係する。あほら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 さっき言ったでしょ俺。博士の研究成果を無理やり奪おうとしてきたんだ。そんなのダメだよね。要は進化もしない進化系でもないっていう、もう完全単体なラプラスとかさガルーラみたいなポケモンは逆に1割しかいないこの時代。この時代まだ毒の時歩いたら食らうよ。そう食らう食らう。アクサリ入れ、おおナイス。そうこの頃そういうの食らっちゃうから、まあちょっとこうやってポケモンセンターに行って回復しないと。俺の可愛いコリンクちゃんが死んじゃうでしょうが。回復していく。メガガルーラ、まあそれメガ進化はなまたこの時代ないから。いやだからダイオスエアのリメイクがすごい楽しみなんですよね。ポケモンって、まあ、これ結構有名な話だから言うけど、メガ進化する世界線とそうじゃない世界線で分かれてるじゃないですか、世界が。このダイパまで、ダイパ BW までってメガ進化がないからさ、このメガ進化っていうのが ある世界線のダイヤモンドパールって未だに描かれていないわけじゃないですか。でもそれがどういう風になるのか楽しみ。え、レベル低。なんで？なんか順番間違えたか俺。あんなガセネタ、いやガセネタじゃない。だってじゃあれポケモンのだから公式の人がもうツイッターでそういう風に言ってるもん。あれお前調べてみ、ポケモンって世界線が2つあるから、メガ進化がある世界線とそうじゃない世界線。俺信じてるまで俺はそれは事実だと思ってます、はい、ちょレボとかこう、その間に鼻も噛んでいいか。じゃあ公式っていうかそのなんか ポケモンに関わってる人がツイッターでなんかそれを匂わせるツイートをねしたんですよ。そうあと普通にそのオーラスでそういう描写があったはず確か。うんまあでもまあその公式の正しいそういうね発表じゃないから、まあ、あんまり上にしないでもらえると、はい、すいませんでした。コイキングとか使ってるからお前勝てねえんだいつまでたっても。マッパで潰してやる全員。こっからしばらくマハパンチでご了承しよう。もう懐かしくて泣きそうなんだけど、向こう先生は泣かへんの。いや俺もう泣いた、しこたま泣いてからやってるんだ。だから
どうしてもこのゲーム始めちゃうとなんか涙が止まんなくなって、だから遅れたんですよ、1ヶ月。涙が枯れ果てたんだよ。あー、うざいな、お前は。そんなに俺と戦いたいのか？よければお相手をして差し上げる。ミニスカートのメイが勝負を仕掛けてきた。スボミ。こういうスボミみたいな弱いポケモンをしっかりと弱点ついてオーバーキルするのが一番楽しい。いいね、サウノレももうすぐレベル17。てか別にまあ、コリンクレントラにするか。コリンク先導にしよう。あ、ビッパ捕まえていい、これ。こいつ捕まえとくと秘伝技がちょっと楽なんで。頼むぞ、ここ一発でいってくれ。オッケー。昨今のポケモンはもう捕まえても経験値もらえるからな。この時はまだ捕まえただけじゃ。なんだって、サルノリのレベルがあったらいい。洞窟に上がって先に進めない。ああ、じゃあちょうどビッパがやってくれるね。あれと抜け道。右のあれなんだ？ここで、この岩砕きを、ビッパに覚えさせる。よーし。ビッパに思い出せる。名前秘伝にしろ。それね、ちょっと俺かわいそうだから、やりたくないんだよな。秘伝技を使うための道具みたいな。そういう風にやっぱ俺ポケモンは使いたくない。あれ？これ、あ、違う？こっちは正規ルートか？もしかして。あ、これ右が正義、左があれなんかあれか。じゃあ先左戻るわ、一回。つぼみ。おえ。チェリンボ。まあそのままでいっか。チェリンボの進化系がチェリム。眠気だまし。いや、なんかこっち正規っぽいな。あー、正規だわ。たら俺としては、あ、ちょっと待って。あ、しかもここはね、ちゃんとコリンクを先頭に。いやー、これ軍の図マジでかい。威嚇だから、こうやってなんか野生のポケモンがね、出にくくなるし。ん、波乗りかこれ。あ、一応なんかある。なんか左の波乗りの先、なんかあれじゃなかったっけ。結構物語の終盤で行くとこじゃなかったっけ。いやー、本当にもうあれだな、銀河団近辺のあの終盤の盛り上がるあたり早くやりたいな。あー、ワザマシン39、岩石封じ。岩石封じは多分覚えるね、あの猿が。まあまだ使う必要ないけど。こいつ何？ああ、トレーナーか。全然違うか。なんか天眼山か、それ。なんか天眼山、あの辺本当に楽しい。あ、ケムスト。ブンロズのスパークで、イチコロだ。こんな、ケムシ。いや、スパーク覚えてくれたの嬉しすぎるな、これ。うわ、強え。あ、ワンパンじゃない。
天眼座の BGM のあのクライマスク、あれいいよな。あのあれ、ね、プラチナってタイバープラチナってなんか結構 BGM にピアノを多く使うじゃん。シロナ戦もそうだし、ピアノ好きなんですよ。ピアノの旋律が、だからそういうの前になってやっぱこのプラチナの BGM 全部好き。レントラの色違いもこれはもうこのままもう黄色になる。うん、あ、我慢してるんだこいつ、愚かだな。そのまま落ちるっていうのも、ピアノ好きなんだよな、ピアノがな、ピアノが好きなんだ俺は。あ、しかもなんかちょっと待って、時間5時回ったから夕方になったなこれ。あ、ダブルバトルだ。私たちクラスで一番強いんだよ。双子ちゃんかこれ。パチですとパチです、いいね。ただレベルが足りてない、君は。君のポケモンはレベルが足りない。しかも俺も堅実に1体ずつ倒すからね、これ。1体ずつ丁寧に潰して、うわ生意気だ。ロトム、あの森の妖怪のイベントとかって、うん、夜だけじゃなかったかな。うわ紛らしていく。グンノズのスパークで多分パチレスは倒せる。で、マッパが右のやつか。で、意外と硬いね、やっぱね。色違いも開始40分でガチで普通に出た。8000分の1を引きました、僕は。あ、いや、これめんどくせえな。体当たり。あ、逃げるってやっちゃった。違う。体当たり。マッパーもう一回パチするんですか。あ、ちょっとこれ、いらんことした。え、これ、軍ローズもしかして集中狙いされてる俺。あの、ダイパーやるんだったら、一度はやっぱね、入っておきたいのが森の洋館のあの、あそこね。森の洋館の BGM を早く聞きたい。一人でやってたら怖くて聞けないね。なんでこんな時間かかったんやろ。え、もう進化マジで、もうルカリオ、じゃルクシオになるのかこれ。来た、さあヒコザルに続きコリングも。うわーかっけー、色違いのルクシオマジでかっけー。もうこのテイスト保ったままレントラになってほしい。いや、やっぱ黄色いいわー。やっぱ電気ポケモンはやっぱ黄色じゃないとね。うーん、赤。あ、種マシンガン。これ、キノガッサの技。種マシンガンもゲットしましたしね。ソノオタウンついたよ。ソノオタウン。谷間の発電所に何かあった。でもその時ポケモンが持ってた木の実を勝手に食べてくれたの。いやこれマジレントラーとかなったら最強じゃないかな。ポケモンソードシールドに持っていくわこのストーリーでゲットしたレントラー。よかったらあなたも自分の花を育てていってね。ああ、これ何もらえるのこれ。俺の実クラブのみ、いいね。発電所に不安定がいる。でもあれって、あの不安定ってさ、ほんと、曜日限定とかでしょ。だって、あ、銀河団いるじゃん、銀河団。こいつらまた何かたくらんで。てめえら何をしようとしてんだ。したやっぱそのうち我々銀河団が花畑で仕事、なんだかかっこよくないよな。そういうな、それも仕事だ。だけど虫タイプとか草タイプのポケモン苦手。やっぱりいるのは苦手、嫌だな。
こいつらな苦手なの。金曜日限定とかでしょあれ。金銀のラプラスみたいに。昨日始めてれば取れたな。くそ。ん？あ、こいつトレーナーか。私は追い出されちゃったし、パパは何かさせられてるの。ねえねえ、トレーナーさん、私パパに会いたい。パパ？あー、銀河団がいる。この辺に不安っているんだよね。いや、いるのか、本当に。入るなよっていいか、絶対に発電所入るなよ。銀河団の仲間以外は誰も入れるなってメールされてんだからよ。なんだその顔、張りだそうだな。だったら俺と勝負してみるよ。お、いいよ。あ、DS の日にち変えたらもう。日付変えてやろうかな、これ。それしたらなんかペナルティみたいなんで、なんか結局イベント起きないんじゃないかと。うわ、催眠中か、こいつ。よっけ、強い。ただ、さすがやっぱニャルマ早いね。素早さに感謝して引きを取ってしまっている。え、ここ V ゼル出る？嘘、そう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 。え、ここ V ゼル出る？おしおしお、え、V ゼル、え、V ゼル、俺の、僕の V ゼル。僕の V ゼル落ち入れちゅーん。ガチャリ。え、こん中入れない？あ、ふざけんなよ、あいつ。出る？ほんとに。あ、コリンクだ。コリンクの偽物出た。本物のコリンクって黄色だからな。ここ V ゼル本当出るのか。ちょっと逃げよう。あのボールなんかすげえ気になる。あ、空なくしが出た。空なくしが俺のスパーク耐えてきたら捕まえてあげよう。まあでも実際ポケ自然界の色違いってどういう扱いされるのか、やっぱいじめられるのかな、自分だけ色が違うっつって。だって明らかに肌の色とかその色が違うってポケモンにも視認できるわけじゃないですか。やっぱいじめとかあるんですかね、色が違うやつ。あ、来た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 。うわ、レベル9低いわ。あ、でもVゼルが出るってのは分かった。ありがとうございます。だからレベルの低いVゼルは天罰を受けてもらおうか。いや、Vゼルここで出てくんのあっちいな。捕まえよう。レベル高いのがいい。え、パチリスも出るの？パチリスちょっとゲットしたいな、普通に。ちょっと軍ロズで削っていくか。さっきの双子が使ってたやつここで捕まえたんじゃね？我慢か。あ、そうか、威嚇戦闘に置いちゃうとレベル低くなっちゃう。あ、そう、あ、じゃあちょっと戦闘変えよう。これでもあんま殴りすぎたら我慢解き放たれた時にちょっとめんどくさいな。それちょっと一回こう投げよう。セジュン来たの、セジュン頼むぞ。もう一回ナイスー。ああれ3回で確定じゃなかった？それポケゴーだわ。ちゅあ、ちょっと現代のポケモンにちょっと独裁すぎて。3回で確定じゃないのか。3、あー、そっか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 。え、結構入ったダメージ。ちょっとここもう一回スパーク打たないと。俺、それポケゴーだよね。違う。そうかー。
回でいけるんだね。忘れてましたわ。ちょっとあの頃のようにまた思い出したい、俺のこの記憶。いやちょっとブイゼルマジで欲しい、うん、このパチス多分使わないからニックネームはつけないと。でヒコザルをちょっと名前にして、俺さ、カナラナクシがなんか西と東で違うじゃないですか、見た目が。最初あの青いのを見た時、俺ほんと色違い出たと思ったわ。光んなかったけどとりあえず捕まえた。でその後ネットで知った、あ2種類は色があるんだなって。でもそういうのみんなやっぱ経験してるよね、このダンスやってる人。懐かしい、ほんとに。いや水など覚えんのかお前、マジか、強えな。ただ一度やっぱ打った喧嘩は最後までやりきる。うわーお前本当にちょっとやめてくれ。不安って出るまで進むなって言われたら、俺あと6日ぐらいずっとここでブイゼル減産しなきゃいけない。来い。レベル11、13とかいなかったっけ、ここまで。11でいいや。しかもオスだし。お前このマッパを耐えられたら、あーね、マッパじゃ落ちちゃうよな多分。左引っ掛けてちょっと削ろうか。いやこれ死ぬか、耐えろ。あこれもう一回、あと、あ終わって、あははははあれ、威嚇ってさ、レベルが、え、ポチモンな、ポチモンじゃない、パチスなんか持ってる。あ、物拾い、あ、いや、これ、パチスずっと手持ちに入れとこうよ、これ。あれ、威嚇ってなんか、レベル関係なくない？レベル関係ないっていうか、むしろなんか高いやつが出やすくなるじゃなかったっけ。弱いポケモンが寄ってこないっていう、そういう仕組みだから、だからむしろ高レベルのやつにエンカウントしやすくなる方が自然だと思うんだけど。そうですよね。だったらここルクッシュは戦闘が正解かも。いやー早くブイゼル使いたいよー。弱いポケモンがやっぱ出てくれてるあれですよね。オッケーオッケー。あ自分より5以上低いやつが出に、あそういう仕組みあるんすな。仕組みというかそういう細かいところあるんや。いや色ルクシュは厳選というか、もうほんとにたまたまなんか特性の厳選してたら出たんですよ。あのアーカイブ残しとくから、俺があのこいつとの出会う瞬間ちゃんと見といてな、みんな後で。見逃した人は俺のイロレントラーとの出会い。やべえ急に出なくなった、まずい、マジマジマジ。いやさっきのおとなしく捕まえときゃよかった、もうちくしょう。ブイゼルの色違いってなんかあんまなんか見た目分かりにくかった気がする。うん、超会議はだから明日っつって。
ウィゼル来い。来ない。変なナメクジしか出なくなっちゃった。いやーほんと、なんであそこで俺ミジャリ引っ掛け打ったんだろうな。もうクソ、普通に火の粉で削って、もうスターボール投げてれば今こう捕まったのに。もう早く出てきてくれ。きゃっ、レベル9かよ。いやいいや、もう捕まえよ。とりあえず一回捕まえる、ヴィゼル。うん、体当たり打って、こいつ純粋な水タイプだよね。まあ波乗りとか滝登りさせてれば、単純にそれがこいつのメインメポになるから、そうなると秘伝技がナチュラルにやっぱ組み込めるっていうのがでかい。じゃあお前、いやいいや、そんなに捕まえたくないんだったらもういらないよ。ちょっとあれだな、調子こきすぎてる。交渉決裂、死んでもらう。実力がないくせに大幅な金額アップを要求してきたこいつは。そんなやつうちじゃ取れん。ヴィゼルってなんかもっと先でも出なかったっけ。頼む。いやーこれちょっと、これハマるな、やばいな。なんかちょっと一回進もっか、ここじゃなくてもいい気がする。もう10分間無駄になるけど、一回進もう。ああだからもう行って、まあまあ、フローゼルとか出てくるってなってくると、もうかなり終盤になっちゃう。いや、まあ、俺がヴィゼルからやっぱ苦戦したいから。ただ、ここで、捕まえずとも。うん、そこでも多分出るでか、ただで。うん。これ以上誰も通しません。え？調査といっても、そのタウンの奥の花畑でポケモン捕まえてるとか、発電所のエネルギーをごっそりボートしてるとか、あなたには関係ないのです。え、これ、ね、先に進めないやつか。あ、ダリー。ダリーなー。ってことは、一回ソノーに戻って。あ、いけるようになってるわ。ここだ。下っ端、その1、さあ黙って甘い蜜を全部よこせ。これがあの女の子のパパか。おい、なんかいるでどうする。うむ、誰かを呼ばれて面倒だ。まあいい、コテンパンにすらいいだけの話だろう。あ、スカンプ落ちん。あ、ほんとだ、軍論図ちょっと削れてるね。ちょっと回復しないと。ああ、パパ発電所か。じゃああいつ誰だ、あのおっさんは。じゃああのおっさんって誰だ。レベル17、いいね。着々と強くなってってる。だがあいつはだってスタプランだよな、俺。よく分かってるじゃん。情けない、そんなことじゃボーナスが減るぜ。ボーナスが出るって、お前俺の前の会社より待遇いいじゃねえか。
銀河団に転職すればよかった。あー甘い蜜おじさんか、そんないたな。これ次ズバッと出てこなかったらあの彦猿に変えるわ。あ、オッケー、これはそのまま戦っていい。出世して強いポケモンが欲しい。うおい、あれこれなんだ、あいつらの忘れ物かな。発電所聞いたって、うん発電所、あの発電所って何、もう行くことになるのか。その後に白帯シティってか、あーやべえ、あーごめん死んだかと思ったけど、ギリギリまで受けて耐え切って水、もう自力で毒をね解毒するっていうスタイル。ここ何、甘い蜜さ、甘い蜜って蜜サニーをなんか捕まえるのに使うんすよね。で俺はめんどくさがり屋だから回復をしてあげないで、回復をしてあげずにもう傷薬でゴリ押す。なんかねポケモンセンター行くとなんかリズムが狂うんだよな、それがちょっと嫌っていうかな。あヘラクロスとかも出る、あここに塗れるわ、ちょっと塗ってみよっか試しに。で放置、その間に発電所のクエストを攻略しよう。なんだお前、それでは鍵を閉めた意味がない、つまり俺の負けじゃないがよ。あ幹部連絡された、あこれはちょっと長くなりそうだからポケモンセンターに行った方がよかった。あそこにさいるのあれだね、マーズ様じゃない。いやもう行くわ、突破するわ、交流して。俺マーズ好きだったんだよな、可愛いから。回復しろ見ててムカつく。やべ、技の PP もあんまない。ほんとすいませんでした。いやでもこのほんとギリギリまで消耗してもう PP も枯れ果てて体力もなくなって、でも全員ちゃんと生き残ってその状態で行くポケモンセンターって最高に気持ちよくない。ちょっとでもひどいねこれ、サルノリも、いや行く、俺はこのまま行く。給水飲め、これを2個サルドに使って、いやブニャットだかなんだか知らんけども、サルノリのそんなんもうあれでワンパンよ。あれマーズ様じゃないあれ、いやマーズ好きなんだよな、マーズとあのマグマ団のかがりが好き。マッチ、まあマッパあるからマジいけるよ、ここからスカンプか。スカンプ、うん、まあマッパ2発で、なんならこれで、ああいけないか、あオッケー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 。それなんかダークソードとかでも全然回復しないでしょ、なんか回復意識的にしなくなっちゃうんですよ。で、ギリ、なんか、ある程度、なんか落ち着いた状態でしたいっていうか、なんかある、いろいろこなして、
全部回収した後にやった方が効率がいいって考えになっちゃうんですよね。私銀河団3人の幹部じゃなかった、4人いる幹部の1人、その名もマーズ。今よりも素敵な世界を作り出すためいろいろと頑張っているのになかなか理解されないのよね。あなたは分かってくれないでしょ。ちょっと悲しいけどね。だからポケモン勝負でどうするか決めましょう。あなたが勝ったら、私が勝ったらあなたが出ていく。その代わりあなたが勝ったら私たち銀河団が消えるわ。お、これ幹部さんの曲かっこいいからね。いやマーズいいよな。ズバッとかレベル高いな意外と。オッケーいける。あ、おっしゃおっしゃ、ゲロも引いた。噛みつくじゃ死なねえよ。ドゥリルドゥルルル、よし、ここで初めてブニャッと見た俺。あー猫魂はきつい。いやいけるか、マッハパンチ2発でいける。いや硬いな意外と。熱い ランスシューランスって感じか。 OK666 不吉な数字じゃない。可変車、ああもう負けないわ多分。やばい、俺も多分この今後多分あれだな、全滅すること多分なくなった。あらら負けちゃった。まあ一回あなたとのポケモン勝負割と面白かったし、こういうサバサバした性格がいい。でもマーズの、まあいいさ、電気はたっぷりいただいた。これだけあれば相当すごいことができるはず。ボスに認められるほどの天才プルートには、あプルート、プルートって誰。さあマーズでここは引き上げるとしよう。うるさいのに、私に命令していたのはこの世界でボスただ一人なの。いやーボスに忠誠を誓ってるのがまたないいよな。何でも言うこと聞きそう赤城の。 あいつも仲間だったんだ。それはともかく君には感謝の気持ちがいっぱいで、あとやっと娘に会える。あこいつがあれか。オッケーオッケー、まあ、これで一件落着。早く行こう。あ毎週何金曜日に風船のポケモンが、お礼とか何もないんだなこいつら。二度と助けない。え、なんだ、あーあれか、君が追い払っただとトレーナーとはいえまさか。よし中を見てくる。だからもう解決したっつってんの、解決した言うてんのに、ね、すごいすごいな、君の言ったことは本当だった。素晴らしい、まだ分からなくても1年前のトレーナーなんだな。よし私は逃げた連中を追いかけよう。なんでも白帯の銀河の味と白帯の七にある。これは行かなきゃ。俺はここでも回復縛る。じゃあ、あえて。白帯シティのポケモンセンターで、がっつり回復しよう。いや、ヨシキ来た、ヨシキ。ポニータレベル14か。まあ、マッパハンバジュ、マッパハンバジュでいいでしょ。てかさ、もうブイグル捕まえようか。なんか、二人だけじゃ寂しくなってきた。あ、そう、あ、甘い蜜、甘い蜜、あれ、揺れてた、今。木揺れてました、てか、ちなみに。レベルも20だよ。ちょっとやそっとのことじゃ、たぶん負けないんだよな。お前、甘い蜜やってんの？ちょっとブイゼルまず捕まえたいな、その前に。ブイゼル捕まえて、キー見て。多分ここに出るから、ブイゼル。いやー、もう早くブイゼル捕まえて。早く捕まえさせてくれいー。あ、回復できんの途中で。あ、じゃあ、もうなおさら行く必要ないじゃん。来い。うわ、パチリスじゃないんじゃのー。あ。てか揺れてなく、揺れなきゃだって出てこなくない、あのあれ多分行かなくていいよな、そこ
もう、ブイゼリング早く出てきてかもと。いや、なんであのレベル11でそんな殺しちゃったんだろうな。違う、あれもだって、乱れ日陰が4発当たらなければ生きてたんだよ。来い。あ、来ない、クソも絡なくし、マジ、いらない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 よ。甘い蜜、まあ、なんか甘い蜜見に行けとかってくるやつがいるから、一応見に行くけど、多分まだ、あれだよ、野生のポケモン出ないです。一応見に行くけど、まあ、俺もその記憶が確かじゃないから、甘い蜜の使用をね、覚えてないからもう。ちょっとほんと頼む。もうそろそろ、そろそろ進まなきゃ俺。もうで来ないんだよな、こういう時に限って。こういう時に限って来ないんですよ、こいつらは。これ繰り返したらまた色違いなんか出そうじゃない？甘い蜜は8時間とか、あ、やっぱそれぐらい多分ね、時間立ってやっと入れ始める、そんな感じだった気がするわ。うわ、違う、ブイゼル何？レアなの、あれもしかして。8000種の横じゃなきゃ出ないのか、この草むらじゃ。もしか出ない。いや、でもこのレパートリーだと多分同じだと思うんだけどな。だってあそこで出て同じようなポケモンが出んのにここで出ないってありえるか。まあでもいいか、まあ、ついでに見に行こうか。機械まで揺れてません。ほら、甘い蜜がほらね、塗ってないでしょ。塗ってないでしょ。その出ないでしょ。だからやっぱ揺れなきゃダメなんだ。こう、あ、来た。レベル11。あ、レベルもういいや、もう9でもいい。もう贅沢言わん俺は。だからできればこの火の粉を受け切ってほしい。よし、これならまあ捕まえてるたち。レベルの差が気になるな。すでにうちの主力メンバーは全員レベルが17とかになってるから、17、20だから平均レベル18ある。そんな中でこのブイゼル即戦力でやっていけるのか、お前は。ちょっと名前つけようかな。ここはやっぱブイゼルだから中ポケにしよう。中ポケは、カヒフヘホ、カキクケ、いいね。こういう自分のもう過去の遺産にすがっていく。助かる。あ、すごい傷薬持ってきたこいつ、優秀だな。お前身長、いや身長悪くないわ。いやー身長か。いやーちょっと待って。まあしばらくてかコリンクとサルで多分進めちゃうから。とりあえずね、行こう。あ、勝つと。いや、まあ身長はその、なんだろう、その、なんか攻撃が下がるのが致命的だから、クイズルの場合。まあでも身長もちょっと安かったけどね。てかストーリーはやっぱ掃除って、やっぱそういう耐久上がって攻撃下がるみたいなのは全部ダメ。これでもこのままハクターの森まで行っちゃうけど大丈夫かな俺。
ブイゼル使ってあげた方が良かったな、ここ。木揺れてたら、なんか嘘つくな。揺れるわけがない。あー、いや、トレーナーいっぱいいるな。いや、ちょっとブイゼル、お前何覚えてんの、ちなみに。え、水鉄砲使えた？あ、マジで？ちょっと戦闘でやってみるか、お前。うわ、ロゼリア。ロゼリアかわいい。ロゼリアだけ、あれ、第3世代なんですよね、これ。スゴミとロズレードが第4で出てきて、ロゼリアだからいきなり進化前と進化後が増えた、稀有なポケモン。うわ、メガドレインされた。ここは火炎車。ちょっとさ、トレーナーやっぱ全員倒したいよな。いや、だから木の実絶対入れて、いや、もう行かない、 見に行かないっすよ、俺行かないよ、俺は。あ、これ下か、下一回解消しないと。あ、くそ。あー、だからもうこういう2歩しか進んでないのに。中型のギャラは中ポケじゃないと言うけど、まあ、それを含めて中ポケやねん。モモンの実、これ毒を消し去るやつ。ヒールボールいいな。あ、こいつもトレーナーか。さ、お前のポケモン見せてごらん。あ、ディッパーはあの秘伝要因ですね。やべえな、中ポケが勝てねえ、ディッパーに。ここはグンロズに変えてスパーク連発する。いや、マジでこのいつ見ても色違いいいね。悪くなる使っていくのちょっとだるいな。ピッパーはまだターンノーマルだからね、ちょっとここはスパーク弱点にはならないけど。とりあえず、ああ、麻痺った。スパーク地味にね、麻痺確率 30% ぐらいあるんだよな、これ。思わぬ追加効果で勝つことあるからな。よーし。追い打ち、お、いいね。結構さっきに溢れてる。まあ、ここは水遊びがゴミだから消しとく。これは多分サルドに入れ替えた方がいい。レントラの色も黄色ですよ、黄色。トラ何のレベル、何、30ぐらいだっけ。30だよね、レベル。まあ追い打ち、まあ普通に威力40のアクアだとして、
採用しただけだから、そんな、なあ、ちょっと、もっと肩の力抜いてみようぜ。追い打ちだって、どう考えたら水遊びの方がいらんやん。33?34? え、30じゃなかった？エイパム、お前目飛び出してるけど大丈夫か？まあ、ちょっと中ポケが、な、独り立ちするまで、しばらくこういう感じの戦闘になっちゃうけど。驚かすとかいう面倒くさを使ってくんな、お前は。マッパで1コロよ。ブイゼルの進化28とかじゃなかった？こいつ水鉄砲で倒したいな。ブイゼルも30。まあまあまあ、その辺はね、また進化して、そういったタイミング。あ、岩子、OK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 。イワークでビバーク、イワークに抜かれた。ワンパンでしょ。よーし、レベル11。まあ回復はこの先々でいつかできるから。いわく70ぐらいあったっけ、素早さ。意外と早いんだよな。ハガネールになるとクソ遅くなるけど。こいつは格闘娘。あ、格闘娘だ。夏。シナツ、バトルガール。ワンニキーか。ちょっとこれはあれだ、中ポケじゃ無理だな。まあ、ワンニキーも、しっくりとこの軍炉で威嚇ぶちまいてからスパークで倒す。伝説使わない使わない、俺そういうの好きじゃないから。まあフローゼル、軍炉ズ、サルまでが確定得したら、でもあと本当に 3枠しかないんだよな。でやっぱ飛行タイプは1体は入れたいんで、空を飛ぶ覚えさせたいからさ、キリマザの。いや、6匹ってやっぱ狭いな。ポケモン入れる、帰る前にバック、いや、なんか癖でなんか押しちゃうんですよね。バックのところにカーソルがいっちゃう、なぜか。あー、くそ。そう、俺、ドンカラスだな、やっぱ飛行はな。でも、闇カラスって出てくる？いや、俺最初は不安定使おうと思ってたんだけど、不安定ってこの後出てくるんだっけ。あー、トゲキスか。ストーリー中に手に入るんだったらね、それでいいけどね。間違えた、また。ああ、闇カラス出ないか。いや、クロバット金銀だからな。まあ、いや、向く方がちょっとね、ありきたりすぎて採用見送りました。強すぎる、向く方は。闇カラス夜出る？え、ちょっと調べよっかな。そういうの調べてもいいよね。プラチナ闇カラス。あー、出ないんだって。ダイヤモンドでは出るんだって、プラチナ。あの、あれ、闇カラス。プラチナじゃ出ないんだ。グンロズ噛みつく覚える、ナイス。体当たりもういらないや。ペラップいやー、ペラップか。まあ、ペラップか。
回復きた。そう、ヤンヤンマとかもメタガヤンマとかも使いたいけど、多分で出てこないよな、その辺ってストーリー中は。毒消しなんてなくてもお前そこに回復してくるおばさんいるからいけるでしょ。あ、この曲懐かしいね。はじめまして、私の名前もみ。あなたはもこさんの名前なんだね。このもこさんお願い。あ、これ2人で行くやつか。こういうシステムあったな。これね、もう戦闘ごとに直してくれるから最高なんだよね。二人でいけるやつ。うわぁ、その分こうやってダブルバトルも多い。もうここで中ポケ育成しまくるか。あ、トンボ触れて出る。あ、だったらまあありかな。まあちょっとそこはまあ検討しよう。そう、マニューラとかも使いたいし、スカンタンクとかも使いたいしさ、やっぱ使いたいんだよな。ラッキー持ってる水鉄砲。まあ、いや、これちょっと待って、これアタッカーいなくね。やべえ、スパーク食らったら死ぬんじゃん俺の。耐えてくれ。あ、そら死ぬわ。まあでも回復させてくれるからいいや。卵爆弾ん、卵爆弾って何、特殊なの。がもうな、使おうと思ったけどな、どうしようかな、金銀なんだよな。まあなんかご縁があればもしかしたらパーティーにいるかもしれない。いや、まあヒッターだるい。あ、物理、え、その割には効いたね。いや、そんな、いやー、てか相手か。ラッキーの攻撃取得して5しかないでしょ、だって威力高いからか。エンディングまで、いやいや、あのマジゴールデンウィーク期間中にプラチナはクリアするってだけで、そんな一気にやったりはないです。あのあれします、バッチ2個ぐらい取って区切りつける。お、アゲハントか。どんどん進化していくのいいね、これ。ラッキー殺して軽減銃奪い取れ。それは多分無理でしょう。アゲハントも多分火炎車でワンパンじゃね、これ。昔アニポケでハルカが使ってたやつやな。さあ、あとはこのパチリスを潰すだけ。いや、だから今日白帯のだからジム倒したらまあ一区切りかなと思ってる俺は。ダブルバトルがめっちゃ多いわ、もう。今の子供ははるか知らん。じゃあ、あの、はるかのエロフラも知らないのか、みんな。あの、超有名なはるかのエロフラ。レベル高くなってきてるな。ただ、ここは追い打ちが刺さるぞ。メタパ、お前、それ、ちょっとやめろよ、マジで。メザパ、何、格闘オール偶数ってこと。あ、でも そっか、格闘になるか。 CPU のポケモンってな、全部ゼロなんだっけ、個体値。ってことは格闘にしかならないのか。
地道にラッキー削られてるけど大丈夫かなこれ。え、このラッキー奇跡持ってる、嘘やろ。お母さんに切り替えたらマジさ。お母さんが聞こえるところで俺の配信つけるな、お前は。よーし、中ポケのレベルやっぱ着実に上げていきたいね。周りとの差をなくしていきたい。これちょっとすげえね、気になっちゃった。あのさっき俺左の行ってないとこがある気がするんだけど、こっち行ってないよな、やっぱな。うわー、エンカウントがだるい。うわ、みえダブルバトルだなのこれ、野生のポケモンも。うわ、ミミロル欲しいけど、多分これあれだよ、2人いると。そうだよね、ってことは一体に絞んなきゃいけない。ちょっとオスの方が倒そう。森の洋館って居合切りないと倒せ入れなかったっけ。だからオスっつってんのよ。オスの方行け、オスの方。まあ、ミミロップ使うか分かんないな、でもな。いや、お前、卵爆弾、ちょっと威力なさすぎじゃね？ミミロップってメガになって格闘でしたっけ？メガになってから格闘か、ミミロップは。ああ、俺こらえるか。すいません、見てなかった。ボールが見えない。いけ、よーし。まあ捕まえはしたけど、まあ使うかどうかわからないから、まあ、ここ一旦保留で。つけない。まあてか多分使わないな。カラサリスとスボミ。じゃあマイルドか。マイルドとスボミ。ここなんかめっちゃレベル上げできそうじゃない。逃げるけど、毒消し。まあ一応見てみる、ミミロルの能力。いやーマジここの曲すごいいいわ。ああ、身長打たれ強い。まあ、悪くないんだよな。いやー、夏、泣きそう。あ、あれ、あれだね。あの、EV のリーフィア用のやつ。リーフィアもいっぱい育成したな、俺。大パトレボで。EV ってさ、副産物生まれやすいじゃん。特に当時なんか変わらずの石が 50% しか発動しなかったから、例えば臆病の EV 厳選してても、いじっぱりの EV で、映画 V でみたいな、 AV、HV、なんか 3V みたいな、そういうやつをリーフィアにしたりさ。ネットボール、草エネルギーか草ポケモンを手札に加える。俺リーフィア使ってたよ昔。あ、身のムチとしてきたなこいつな。
ちょっともうめんどくせえから全部猿で焼き殺そう。俺らおっさんになったよな。17とか18とかやで、俺の世代が当時。火炎車じゃあミノムッチのとこか。このミノムッチじゃない、あれか、草虫、草のタイプかな、やっぱ森にいるから。あ、違うわ。さっきのがなんだ、これは、あれ、あれ、いろんなやついる。鋼虫か、今の。あ、地面だ、さっきの。砂地のやつか。で、ゴミか。あの赤いのが草？関係ないか。まだ単タイプ。あ、でもやっぱ森のポケモンはな、こうやって炎で焼いていくのが一番楽だから。うわ、毒ケイル、いいポケモン持ってんね。経験値独り占めしよう。当時小学生とかですらもう今はもう社会出てるもんな、早ければ22とかで。ブイゼルが全然育たない。うわー、いっぱいいる。お得な掲示板、薄暗くても言いますが森はどこ。ああ、落とし物いっぱいあるんだもんね、ここね。ここのピアノ好きなんですよ。ここのトゥン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 のところ、ここの曲が好きなんだよな。この森ってどこか不思議、力がみなぎってくるわ。マキアとリョウコ、アサナン、コダック、アサナン、コダック交換しよう。道具なんかあった、下に。念力とか小坂柴田打ってくんじゃねえ、お前は。んー、どうしよっかな。噛みつくも、まあスパークでまずコダック潰してからか。道具なんか目指してたよ、ほんと。ちょっと行くわ。オッケー。ダイパ世代はまあどうなんだろうね。まあこのゲームをそれこそもうなんかね、小学3年とか2年の時からやってたって人もいるやろし、俺なんかもう普通まだ当時高校生とかやったから。一緒になったっけ、ちょっとやべ。いや、この森暗いな。水鉄砲、いや、まあ、いいか、ここ逃げよう。てかもう捕まえたいやついないからさ、あれ使うわ。虫除けスプレー使うわ。ロトムがいるのは、うん、ここなんすけど、ちょ、一回もう下に戻ろう。ここの下のね、もう一組あったんだよな。あ、あった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 。傷薬。18時になった。こいつら倒し、あ、倒したんか。
スプレーを引き続き使いますかっていうのは今の時点でないのか。まあじゃあいいや。そこだな多分。多分あの居合切りのとこが、あーここだ。うわここ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 森の洋館、この先にある洋館、誰も住んでなくて今では幽霊屋敷って言われてるの。来たー。ただ居合切りがないんでまだ行けないんですよね。なんだっけ、ナタネだっけ、白帯のボス。ナタネ倒したら多分居合切り使えるようになるから、ちょっと森の洋館だけチラッと見て終わろっかな。森の洋館行きたいよね。森の洋館行きたいんだよな。ただあそこゴーストしか出てこないから、特攻のこあのあれ努力値上げるのに一番いい場所だったっていう。ただ BGM が怖いから俺は曲を消してやってた当時。ロトムまで行く。いやロトムロトムとかはまだ後じゃない。あースポーミーが野生で出るか。あーここあれだな、全部水だな。だったら戦闘を軍ロズに変えて、スパークで倒す。あーロトも出るのやっぱ時間、電動入り後なんかそんな序盤そんなすぐには出なかった気がする。そんなすぐには出なかったよね。だし別にロトも捕まえてもパーティーでは使わないから。え、何こいつ。あ、コイキングおじさんだ。コイキングいっぱい出すやつ。ドゥルル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 。ちょっと鼻かんでいいか俺。鼻かんだ。てかこのコイキングやったらなんか普通にブイゼルでも倒せる気がしたけど、ワンパンはできないか。あロトも普通におんの。あそうなの。いや森の洋館入りたいな。森の洋館だけチラッと見てな、終わるっていうのもありか。いやミミロルね、いや確かに進化させてもまあ多分使わないかっていうか、ボックス一回戦勝。なんであいつレベル16のやつ先出したの俺。倒してる感あるけど経験値が入ってない。
プラチナはナタレ倒した後には森の洋館のテレビということ。あ、そう、あ、プラチナのダイバーでそこの仕様違うんや。ふぃー、お前もだろ。ナタネってなんかイベントあったか。お前も小池もいいって、せめてギャラドス出してこい。ギャラドス、いや色はマジでたまたま出た。40分で出た。40分でもう言わない。これはこれ実機やよって。最後セーブした後、じゃああの DS の電源切る動画見せるわ。トサキントもいいね。アズマ王ピカチュウ版のアズマ王の、あ、ピカラじゃねえ、ブルー版か。ブルー版のアズマ王のグラフィックやばいから、ちょっとみんな暇だったら見てみて。あれピカ版じゃねえ、ブルー版のアズマ王はマジでやばい。え、深まるってこの辺で出んの？そう、そんなすぐ出ないでしょ。まあ、深まるいても使わないと思うけどな俺多分。うわー自転車だ、チャリ。うわー夏ー、これなんか下になんかあったよな。店長さん、銀河団のビルに行ったり、切り帰ってこない。ああ、捕まっちゃったのか。サイクリングの下の洞窟、マジで？あ、ナタネいた。私、ナタネ、この地味だよ。さっきの挑戦者はスピード感溢れる少年。っていうか、ジュン君がね、すぐに挑戦者が来るぜって言ったから、ワクワクして、このポケモントレーナーは全員かかたないと地味度高いな。じゃあ、僕だ。ああ、もう、素直にバトルしてくれるパターンか。これどうやって入んの？ここ。あ、入れた。ん？あー、チャリがいるわけか。まあ、ちょっとこれは次の、次回のお預けかな。まあ、ちょっとでも、ストーリー序盤で手に入る600族っていうのを見てみたいから。これは次回捕まえよう。深まる使う使わないに関わらずちょっとやりましょうか。それはナタネって草使いやんな。もう全部いいやこれ。全部火炎車で倒そう。全部火炎車で行くから俺。チェリンボ、え、学習装置のやつ、え、どこにいた、どこにいた、教えて、どこ、バッチ取った後か。ロゼリアいいね。帰りないと無理深まる。あ、そうなの。そこ取れたっけ。がっこのジムの花時計、晴れの上のを歩けるのよ。次のトレーナーと戦えってね。かっこいい。西野亮廣のあのあれだね、あの伝説の近代でのスピーチ思い出すなこれ。人生 あの11時だねってのは必ずある。でもきっとその後に報われる。これはもう絶対あるんですよ。人生がこの金が鳴る前ってのは絶対に報われない時間がある。お、なんと36、8匹。あ、学習装置もらえたわ。いいな。じゃあこれを中ポケにつけようか。あんまなんか猿ばっか強くなってもね、あれだから。中ポケ
こいくつか。僕は阻止先に行ってます。いやあのスピーチマジで俺飛ばさず見ちゃった。フルのやつ見た？みんな、なんか YouTube 上がってて普通で普通になんか見入っちゃったわ。ええこと言わないと思って。でなんかあの後に西野亮廣についてすごいなんか調べてなんか記事できたんですよ。なんかその持論みたいなんで、でそこで言ってることなんか一個だけすごい共感できてんな。入り時間が早い仕事は断るみたいに言ってて、入り時間とアンケートが事前にある仕事は全部断ってるみたいな。1時間以上の前から入んなきゃいけない時間は断るとか、あれすごい共感できた。まあ確かにそうやなと思って。無駄やもんな。結構やっぱニコな、まあいろんな僕も公式放送とかやっぱ出してもらって、アベマとかやっぱ出してもらってきたけど、なんやろ。確かにね、そんな早く入ってもやることないんですよ。なのにもかかわらず、なぜかその時間に入ってくださいって言われるねんな。あれは本当に、俺も今度から全部断ろう。俺近代どころか、近代の下のランクの大学も全部落ちたから。近代なんてもう俺から見たら超高学歴やから。これは何時だろう。3時か、3時5分違う、9時15分やな。これはで最後は12時になって報われるんや、ついに。最後報われるわ、こいつに勝ったら。演者が時間通りに来るって信頼がないから、まあ多分そのそれは一理ありそうやな。確かに、だからあえて早くしてるみたいな。おってもんとかのランク、接心ツイート。俺は接心ツイート全部落ちた。次の間はジムリーダー、さあ頑張って。ジムリーダーも全部カングルマで行ったろ。あーでもこれってさ、あー報われなかった。何長身が噴水の上を通ることができない。お前噴身噴水っつった今。12時45分、こんなありえる。時計ならありえないな、この位置。そう思ったのがズバリだったら、なんていうかそんな雰囲気を出してるあなた。うん、とにかくポケモン勝負じゃん。でも俺、そういえば、嫌い切りの技マシンがまだないんだよな。あ、ナタレ、好き。あ、かっこいい。ナエトレ使ってくるの？あ、レベル20は高いな、ちょっと。高えな。あ、でもワンパンやった。チェリム、なんなすずみたいな見た目してたっけ。日本バレなったらあの可愛いやつになるんか。こいつ、あれ日本バレしないの。人生の11時代っていうのは、ああいい傷つき疲れていく。
鳴き声いいね、チェリムの。ロズレイドか。ロズレイドの経験値ちょっと全員になんかあれだな、分かち合いたいな。ここは軍ロズも出してレベル20にしとこうか。ロズレイドの鳴き声なんか微妙になんかシャララーンっていう音わかるかな。ほんとイヤホンとかで聞いてるとわかんないけど、違うなんか別のその旋律が鳴ってんの、あれが好きだわ。ビーパーいきなりしよう。オッケー、ここは経験値やっぱみんなで山分けしたい。あーうぜえ。いけ、あ、ロズレイドの方が耐久ないんや、チャルムより。へえ、オッケー、勝ちました。20メートル7レイになった。改めて言うけど、あなた強いんだ。それだけポケモン育てるの大変だったでしょう。でもそれがあなたのポケモンへの愛情ってやつだよね。それを認め、これもお渡しします。モコは、なだれからフォレストバッジをもらった。そのフォレストバッジは、イダギリって秘伝を使えるようになるから、それにジムバッジが2個だ。2つは、人と交換したポケモンのレベル30までなら、素直に言うことを聞いてくれる。86、これ草結びでしょ、これは。うん、あなたのポケモンの重さが重ければ重いほど与えるダメージが増えていく。相手だ、あなたのじゃなくて相手。いやでもこのジムリーダーのね、このギミックおしゃれやね、これね。おもこジムじゃなかったのか。おはい、そんなその居合切りどこでもらえんの。なんだドン。お、ポケモン像を見に来たんだろ、俺が案内してやる。あれ居合切りの日出んだぞ。俺やっぱ2個目倒したけど、あの森の予感だけ見たいわ。なんだ、え、これパルキアやん。これが白帯のポケモン像。この世界を形作るのは時間と空間の二重螺旋。そして神王にまつられるのは時間と空間のポケモン。神王の神はその真実を調べるべきか。失礼、どうでもらおう。あ、赤木じゃん、こいつ。よく見たら。短パンこそかと思った。最強トレーナーになる簡単な方法、いいかよく聞けよ。自分の技は全部当てる。相手の技は全部かわす。そうすれば負けるわけがない。無敵のトレーナーだぜ。お前はポケモンゾ見とけよ。じゃあな。それあのアニポケのサトシな、それは。お前には無理。ポケ戦でもらえる。じゃあちょっと行ってみようかな。シロナ様。あら、それポケモン図鑑なんだか昔思い出すな。君の名前は。そう、モコっていうの覚えておくわね。私はシロナ、ポケモンの信用を調べている。物好きなポケモントレーナーよ。この白帯には大昔ポケモンの形をかたどったポケモンの像があるの。君を見たかしら。あ、何でもすごい力を秘めたポケモンだったって残されてる。君もポケモンを探してればいつそんなポケモンに出会えるからね。そうだ、これを使ってみたろう。あ、ここで居合切りもらえるのか。やったぜ、シロナにまさかもらえるとは。じきじきに。この秘伝マシの匂い嗅ぎまくったろ、俺。カキマグロ。ヤイギリもビッパが覚えると思う、確か。ビッパほんま万能やな。しかも瀕死やのにわざ覚えた。じゃあまあ一応ね、当初の目標は到達し、あ、ここもいけるじゃん。
なんかあんのかここ。あなたのアクセサリー集めてる。じゃあ確かこれ大きいキーを手に入れた。あーここさヘラクロス出なかったっけ。ここの木の実、木の実じゃねえのこの甘い蜜のやつ。あーここで白帯に戻るわけか。へえ面白いね。いや銀河団まで、うん、まああんま長くやりたくないんですよね俺としては。じっくりやっていきたい。生放送4回ぐらいに分けてやりたいから。ただちょっとあの白帯の森の森の洋館は気になる、気になっちゃう。行こうか。あ、ナタレがいる。いや、あなたもこの噂気になってるんだ。森の床のお化けポケモンやし人影見るって話をつらごらみにする。私が調べればいいんだけど中に入るのはほら私自分だっていろいろあるからね。ね、いろいろあるからお化けが怖いとかじゃなくてね。じゃあ調査の方よろしくね。中のさ、あの幽霊になっても出てくる女の子をなんかナタレが殺したみたいなそういう説あったよね、いろいろ。いやあの頃ネットのそういう都市伝説巡るの一番楽しかったな。ミニロルが出てくる。やべえ、まひってんじゃん猿。まあここはじゃあ戦闘軍ロズにしとこうか。いや怖っ。え、やっぱ怖いわ。ここの紫なんだ。うわちょっと怖いの怖い普通に。あ、レポート書くか。うわ来たー森の洋館。いや怖え。ちょっと待ってレポート書く一回。いや怖い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 。なんだかこちらを睨んでる。まあ多分ポケモンシリーズ後にも先にもここを超える恐怖スポット出てこないだろうなっていう、それぐらい森の予感はプレイヤーに、数々のプレイヤーに恐怖を与えた。ここさロトも出ないんだね。なんかアイテムないと出ないんだっけ。普通に怖いから怖いよ。うわなんか来た。ゴースゴー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 ス。あー夜8時じゃなきゃ出ないのか。あ時間か。いやなんか殿堂入り後とか時間とかいろんな説があるけど、あのなんかねその辺はあれによって違った気がする。なんかシリーズによってこいつ呪いかけてきたから倒してやろう。逃げれないってことは早いんだな、やっぱなゴースな。あストレンジャーハウスも確かに怖いね。ポケモンちょいちょいこういうのあるからな。でここさ思ったけどさ、中ポケの追い打ちでゴース全員倒して経験値稼ごうぜ。これわかる、この変なやつ。逃げる相手の方が素早さ高いと野生の場合あの逃げれない可能性がある。
お、強い。あ、急所か。確か、あと、そう、え、目、なんだっけ。ほら、これ、目が光るの分かる今。なんかの多分、像なんだけど、これ。離れると、こうやって目が光って見てくるんですよ。で、隣の部屋行くと、ちょっとこっちの方向いて見てるの分かる？目が、目ん玉、ほら。こっち見てんの、あの、絵画が。左上のあの紫のやつ。怖いんですよね。で、ここ確か弦が出るんだよな。あの、プラチナじゃねえ、あの、エメラルドがなんかソウルリンクさせてると。当時 DS だったから 3DS でないけど、あの DS にはさ、あのアドバンスのソフトも入れられるカセットがあったんですよ。それでリンクさせるとなんかちょっといいことがいろいろ起きるみたいなね、そのシステムがあった。それをした時だけ限定で、あのゲンガーが痩せて出るっていう。いや、ダブルスロットか。ダブルスロットっていうのはあれ、まあ、ロトムはちょっと出ないっぽいから、こっちは？うわ。ポケモンの本や写真集がずらりと並んでいる。怖いな、マジで。でね、一番怖いのね、次行くとこなんですよね。ちょっと古びた本に書き殴った跡がある。案内隊のしものにも持ってって行くから、あとはマシと。こうわ、この真ん中のあそこが一番やばい。ゴース早く出てか。ゴース早え。ちょっと待ってな。この食堂、ここが一番やばいから。お化けそのうち出てくるかもね。ちょっと、ここの探索終わったら今日のプラチナの配信は終わります。大きな真珠。お化けってどうやったら出てくるの？ちなみに。あー、効果ないことしちゃった。ランダムで出るんだっけ。出入りしてちょっと見てみるか。じゃあこの荷物とかも気になるな。いや、ここマジで不気味だよ。何が不気味って、ここ一切触れられないんだよな。この、なんだろう、世代、このダイパー以降とかね、なんかその、掘り下げるような、その、そういうストーリーが一切なくて、マジであれ何だったんだっつって、いう扱いをされてる。で、あ、不思議な飴。え？これ不思議な飴だっけ？毒消し入ってなかった？あれ？毒消しは？あれ？え、ちょっと怖い、逆に怖い。え、毒消しがなんかどっかで手に入ったイメージあったんけど。
あ、上の部屋か。あ、台場だけそれって2階。いや、なんかあった、時計消して絶対なんか、いや、なんかゴミ箱の中に何かしらがあったの絶対間違いない。あ、てか左の部屋行ってないな俺。森の羊羹、これちょっと唯一の癒しね俺。あ、パチエスがなんか物を持ってる。この森の羊羹というアイテムなんですけれども、これ本当にただの羊羹です。これはただ森にある羊羹。効果は確か何でも直しと同じだったはず。あれ、森の羊羹どこ。あったあったあった。一匹の状態の異常を全て回復する。ポケモンとポケモン手帳、かわいいポケモン。いやー怖いわー、怖い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 。この激サムギャグをするためだけに作った説、まあそういうのももちろんある。なんかいろんな説があるマジで。隣のゴミ箱かな。スプレー使おっか。スプレー使ってもいいと思う俺も。まあここそんな歩かないし、てかスプレーいっぱい買おう。ここのゴミ箱だったかな。え、ないわ。え、あ、じゃあダイパーだけか。あの子、え、ちょっと待って。え、びっくりした。え、なんで。あ、普通にレベルが低いのか、厨房けど。多分逃げれないから、どうせ。ウイチショー。黒い眼差し。キュちょっとそのお化けだけな。見て終わりたいな。女の子出ないと決して拾えない。え、じゃあなおさら怖い、なおさら怖いそれ。女の子どこで出んの、ちなみに。この辺だっけ。猿乗り先導しようか。ここでいいのか。で、多分この通路に出てくるんだよ。いや怖い。左か逆か、ここか。この部屋だな多分。いや、いや、怖い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 。あ、これあれだ、右の部屋に出んのか。いや出ない。ここじゃなかった、この左か。右に注目、右に注目。右に注目です皆さん。いや、これ、ここだっけ。左？え？出るの？俺本当に。夜だけじゃないのかこれ。さっきの絵合ってる。え、お前どっちだよ。いや、時間とかか。じゃあ、いや、調べよう。
で、こんだけやって出なかったことはないから、いや多分ね、スプレーの効果切れるまでやっちゃった。くそー、待ってろ俺が。いや怖いな。なんか公式サイトになんか森の洋館を特集したのがある。あー、ここだわ。やっぱりここっぽいけど、俺の運が悪いだけか。食堂のジジイも見に行く。この後に毒消しがあったりとかあったら怖すぎる、さすがに。それ食堂のジジイも見に行くか。じゃあなあ、いや怖いと思ってるわ。俺今曲消してるからね、今普通に怖すぎて。いやガチで怖え。食堂のジジイ怖い。ここも多分出入りで出るはずなんだよな。いたいた、足動いてない、怖っ。で、これ食堂から戻って急に画面真っ赤になったらどうする、これピューンって。いや怖かったですね、森の洋館。さあということで、まあ今日はねだいぶプラチナ遊べたな。まあこれゴールデンウィーク期間中にクリアまでやって、最終的にはネジキの生配信僕もやりたいので、今日は終わっときましょうか。左行った行った行った。ん？え、あれで毒消し落ちてる？そうなの？そういうこと？あ、そういうこと？いやまた戻るのやだな。え、そういうことなの？まあ、いや、行くか。うん、いや、見たいもん。いや、いや、気になるっていうか、俺のその記憶、俺のその記憶がさ、もう、まだかるぜ。レベル15相手に逃げれないって、何なんだお前は。ノロマが、お前色違いだからってあれか、ちょっとおごってるかお前。俺平気で色違いでも逃がすからな。植木鉢のところここ、違う違う、いや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 、いや、さすがにないわ。うん、ごめんなさい。なかったっすね。うん、OK。終わり。はい。じゃあ、まあ、次回の配信は、まあ、そうっすね。まあ、ゴールデンウィーク中で、まあ、早ければ明日やし、明後日の可能性もあるし。まあ、夜よりかは、こういう昼の時間にやっていきたい。と思ってる、俺は。
出た後から、出た後なのこれ。左の上、もういいや、めんどくせえ。あとは皆さんね、試してくださいと。わざわざ引き返したのにな。まあ多分このぐらいの時間にやる方が多分多くなると思うから、こんな感じでよろしくお願いします。はい、じゃあちょっと白帯指定まで戻ってから行こうか。次回の旅では一体何が待ち受けているのか。男のポケモンプラチナ実況パート1か。はい、じゃあご視聴ありがとうございました皆さん。また次回の配信でお会いしましょう。